はい、皆さんお待たせいたしました。こんばんは。ということでね、今日は神風クラッシュグランプリ第22戦サウジア、あった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 サウジアラビアグランプリの様子をお届けしていこうと思います。はい、ではね、いやもう神風クラッシュグランプリもね、もう残すところ2戦ということで、ちょっとねもう寂しいんですちょっと寂しい気持ちになってきちゃったんですが、ではね、まずポイントランキングと今日ね出走するドライバーの方からご紹介していこうと思います。これか、はい、ポイントじゃない、まず本日出走するドライバーがメルセデスがマサパパチッキー、レッドブルがビルゴとマヨヌセン、マクラーレンが TGR ゼントセルモとソート、アルピーヌが YT サクサクとマスケ、アストンマーチンがオービットとリュリオン、フェラーリが KSGK マシとマウヒナモン、アルファタウリがエイジとルイス・ハミルトン非公式、アルファロメオが GR ハルトとノムチョウで、我らがハースがワシと僕ですね。で、最後ウィリアムズがシグナルとジャスタウェイ・アキラといったラインナップになっております。で、現在のランキングですね、こちらです。コンストラクターズがですね、メルセデス346ポイントのフェラーリが301ポイントということで、本日ですね、フェラーリが万が一メルセデスよりもポイントが取れなかった瞬間にコンストラクターズメルセデスが確定します。なんでメルセデスはダブルタイトルをかけた勝負、フェラーリはそれを阻止できるかといったような戦いになっております。で、アルファタウリもね、3位まで今順位を上げてきてて、アルファタウリ、マクラーレン、アルファロメオ、アルピーヌ、ウィリアムズで、ハースがね、いや途中で4位と5位まで上がったんですが、結局今8位までまた落ちてきちゃってて、いやちょっとね、今回わしもいるということでね、ここで大量得点をまあ多分荒れるので取っていきたいところと、で最下位がレッドブルといったところですね。で、ドライバーズはもうバルテイ号のしこりです。バルテイ号が圧倒的大差でドライバーズを獲得しました。ただそれ以降がね、結構接戦なんですよね。僕のニキータカゼピーム号も P7 ということで、かなり周りが接戦なんで、いやここもまだかなり波乱がありそうでございます。はい、あ、スパチャアザースあ、トミーさん、スパチャアザース。放送の概要欄のゲームがグランツーリスボ7のままですが大丈夫ですか？あれ、嘘変わってなかった、ごめん、多分反映がちょっと遅れてるかも。あ、 GR スキオさん、スパチャです。今日はアルファタウリチームはメンバー交代の嵐、選ばれたのはこの2人、頑張れアルファタウリ、また非公式かよとは言いますねえ、非公式最近いっぱいいるよねあ、赤月さん、スパチャです。オフシーズンで神風の配信ばっか見てたせいでオープニングとブーンが飲み飲みされるまあリアル F1 もね、リアル F1 の実況もね、明日からねやっていこうと思いますんで、まあよかったら来てください。あ、 KKJS さん、スパチャアザス。ベッテルが感染し、いやベッテルね、いやそれさっき聞いて、いやびっくりしましたね。ベッテル、まさかのニコ・ヒュルケンベルグ君、あいつは毎回こういう時に毎回漁夫乗りしてくるわけですが、まあちょっと、まあ、ニコ・ヒュルケンベルグにも期待というところで、はい、ではね、まずはオープニングからどうぞ。やばい絶対、おい待って、ドゥイ、ヘイ、え、グラ、あー、うわー、あっと、クラッシュ、アルピーでクラッシュ、あーダメ、もう天然ピボーだ、ガス欠、あーダメだ、あー、あ、やっちゃった、あー、ダイヤー、パンクした、え、パンクしちゃった、え、流しちゃった、え、バースト、サイエルフラッグ、あっと1位走っていた、マクラーレンクラッシュ、ファイナルラップ。はい、ということでね、では神風クラッシュグランプリ第22戦サウジアラビアグランプリやっていきましょうか。以上、設定の確認だけご一緒にお願いいたします。マシンスパフォーマンスはノーマルですね。で、ルールとフラッグ、こちらはスタンダードで、マシンダメージ、こちらはスタンダードですね。で、決勝はワンショットの 50% レースです。
で、天候がね、ダイナミックの外れることもあるといったところなんですが、あ、モモーナさん、スパチャ4、あ、スパチャ、メンバー歴4ヶ月、あざす。さあ、みんな、前代完走するとこ見せてくれよね。いや、フラグなんだけど。いるか？ちゃんと全員いる？全員いますかね？今一人いなかったように見えたんですが、ではやっていきましょうか。でね、今回の予選なんですけど、今回ね、コーナーカットが標準なんですよ。ただ、ここのサーキットね、コーナーカットがまあめちゃくちゃできちゃうんだよ。だから、コーナーカットね、予選で2回以上警告を受けるようなコーナーカットをした場合は、決勝にタイムペナルティが5秒ずつ加算されていきます。なので、まあ1回まではセーフなんですけど、2回やったら5秒のタイムペナルティ、3回やったら10秒のタイムペナルティ、4回やったら15秒のタイムペナルティといった感じで、まあ予選でインチキしたやつは決勝で干されるシステムにしてますんで、まあ予選でね、野菜、まあコーナーカット、ショートカット7回とか警告5回とかなんかおかしな数字出ていることたまにあるのでね、それの対策です。はい。なんで皆さん予選は気をつけてください。あ、キミダイさんメンバー歴4ヶ月ありがとうございます。メルセデスのダブルタイトルに期待。いや、ちょっとね、ダブルタイトルね、メルセデスかかってますからね。いや、ちょっと、リアル F1 ではレッドブルがね、ドライバーズとってコンストはメルセデスだったんですが、ゲームの世界ではメルセデスがダブルを獲得するか。あ、キーさん、スパチャーザス。今日はサウコのホームパーティーだ。いや、サウコは本当にね、いや、セフティーカー出ないバグも結構起きるし、いや、いろいろやべえのよ、ここ。で、本日ね、飲んでいくお酒なんですけど、こちら、パーフェクトサントリービール。本格ビールのうまさで糖質ゼロということで、こちらを開けていこうと思います。いや、これ、6缶入りでめっちゃ安かったからさ、最近ずっとこれなんだよな。本日の皆さん、お疲れ様です。あ、てか、マヨピカうんこ中。マヨピカウンコ中がぐるってるが大丈夫か、レッドブル。あーっと、マヨピカウンコ中いって、まあ、はいはい、決勝、晴れですね。決勝、予選ともに晴れです。いや、まだね、予選本当にみんな気をつけてね。やった瞬間に刈り取られるんで、気をつけてください。一応ね、今回監視役としてディズニーショーは入ってますんで予選ね、終わった後すぐ次のボタン押さないでください。審査が入りますんで、はい。あ、ダルビッシュさん、スパチャー出す。ベッテルファンなのでもう一度復活してほしいのに最先が悪い。いや、マジで、いや、ベッテルファンからするとね、最悪ですね。うん。ああ、ビールはいいですな。よし、やっていこう。大破も危ないけど、大破以上にコーナーカットの方がダメージでかいんで、コーナーカットしないように丁寧にいこう。まあ、安全に行きましょう。あ、マウキカウンコチュー帰ってきた。安全にね、速さよりも安全を重視。ここね、ここ絶対やるんで。本当にね、これ一応標準だけど、決勝でも多分タイムペナルティ祭りになるんですよね。なんかね、ここのさ、きっときついんだよな。デフォルトで警告が出やすいんだよね、かなり。だからタイムペナルティは、まあ、このシステムでも、今回採用してるこのシステムでも出ますし、そもそものゲームの、あれ自体、危ないよ。いや、いい感じ。まあ、多分ここまで来たら、警告受けるとこはおそらくないんで大丈夫ですかね。さあ、ハースはストレートが伸びない。危ない。 OK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 、 まあ、安全に行こう。ここはどうせ決勝カオスになるんだから。まあ、本当に速さも大事だけどね、安全性が一番大事ですから、このサーキットは。マジでちょっとアンダー出たね。さあ、どうだ。さあ、早えな。いや、30秒3か。まあ、まあ悪くないのかな。どうだろう。はい、では予選結果です。ポールポジションはソートですね。ソートで2位がルイス・ハミルトン。あ、てかハース9位10位いいやん。ルイス・ハミルトン飛行式で、3位がリュリオンで、4位がマサパパ、5位がティージャルゼンスルモ、6位ハルト、
ノリヤロー、オービットで9位、10位と、いや、これないっすよ。ビルゴ、ミディアムタイヤ選択。じゃあちょっとね、インチキ野郎がいないか確認していきますね。まず、ソート。ソート?ちょっと待って、押すなって。お、ソートは1回、2回やったらアウトなんでね。一回はセーフ。一回、みんな一回。めちゃくちゃみんな、上を上た。一回でとどめてるやつが多いですね。さあ、大丈夫か?まあ、俺はしてなかった。わしも大丈夫。さあ、大丈夫そうかな?大丈夫そうだね。うん、大丈夫そう。あ、みんな、みんなめちゃくちゃ慎重にいった。あ、オッケーオッケーオッケー。誰も警告なしです。警告みんな、一回以内に収めましたね。よし。はい。では、決勝ですね。9番手スタートからと9、10位と。てか、普通にワシに勝てたの奇跡に近いな。わし、まあ、ミスったかもしんないけど。さあ、決勝は、いや、ただなぁ。セーフティーカー出ないバグあるんだよね、ここ。燃料積んでく?でもな、ここ燃料積んだら確実に勝てないんだよな。いや、ここはでも、攻めるだろう。ハースは攻めだろう。ハースで攻めなくて、何攻めるんだよ。マイナス 1.2。これでいきます。で、まあ、なけなしで一応フロントのエアロ1下げましょうか。よし、行こう。タイヤの選択の自由はないんで、この予選で使ったソフトタイヤで行きましょう。んー、マヨピカウンコ宙が落ちた。マヨピカウンコ宙が、マヨピカウンコ宙、回線がやばい。マヨピカウンコ宙やらかし。さあ、とりあえず、マヨピカウンコ宙がバグってる可能性あるんで、ちょっと一応リーンにしよう。よっしゃあ、安全にね。いや、昨日のオーストラリアグランプリな。そういうフォーメーションラップで、あっと、マスケ失格!あ、エイジも失格なんだ?後ろでなんか失格になってるな。なんで?よしよしよし。昨日はフォーメーションラップ中にな。フォーメーションラップ中に失格になって、強制送還されたんで。うん、ちょっとそれは避けたい。じゃあちょっと待って。YouTube、なんだ ?YouTube 止まった。大丈夫かな訪れ大丈夫ですかね。なんなんだ最近マジで、これ YouTube 側の原因なのかな俺の機材の原因なのか何が原因なのかよくわかんないんだよな。てか、クソどうでもいいけどさ、昨日、地震あった後にさ、俺全部、ま、電源一回停電したら全部切れてさ、風呂入ろうと思って、風呂食べて入ったら水風呂でめちゃくちゃ死ぬかと思った、俺。給油機のあれが、給油機で、給油機じゃなくて、なんか、あれ、なんか、そう、ガスが止まってた。うん、あ、大丈夫、大丈夫、オッケー。昨日ね、配信の後に風呂入り死ぬかと思った。あ、そんなことは置いといて、よし、行こう。タイヤしっかりと熱を入れていって。わし、俺たちダブルポイント取ろうな。一応マジでハース今ポイントランキングね、この差8位なんだけど、多分、まあ、5位ぐらいまでだったらね、狙える位置にいますんでね。あ、F の人さんスパチャー出す。給油機。いや、間違いない。なんだっけ?ちょっとわかんない。なんだっけ?お湯沸かし器。お湯沸かすやつ。あ、ダメか。許して。あ、許さない。あまあ、当たっただろ。オービット許せ。な、今のは事故だ。仕方ない。まあ、タイヤ当たったでしょ。まあ、タイヤ当たった。大丈夫。大丈夫。問題ない。初めて予選でやったんだ。しかも当たったもん。ダーティープレイヤーバトルで同じのオービット君と接触してしまったな。あ、でもこの待ち時間で冷えるのか。まあでも昨日よりマシだからな。まあ大丈夫だ。大丈夫。まあ。大丈夫だよ。だって昨日ミディアムでも大丈夫だったんだもん。いや、フラグになるな。よし、行こう。さあ、神風クラッシュグランプリ第22戦。サウジアラビアグランプリ、ファイブライツ、ブラックアウト、おお、オッケー、悪くん、あ、当たって。いいよ。
いいよいいよ、おっとキンキンに冷えたタイヤだったが2つポジションを上げてしまった。うますぎる、うますぎる。これはこれはナイスム、これはいいドライブ。逆にオーオービットいった。アストンマーチンのオービットが消えている。ダメージがあったかな。さあ一応接触とかは珍しく1周目クラッシュとか起きなかったですね。さあただ問題はまあ多分正直ハンスの多分 P9 って結構上振れなんだよな。これ決勝でこの順位守れるかと言われると今結構怪しいというか、まあほぼね、まあストレートは息してないから、まあかなり厳しいと思う。いや、DRS なくてこれはやばいでしょ。なんとか抑え、あ、前ピョンコチョ帰ってきたか。やったこれ、わし。え、当たってる？え、大丈夫？何？怖い。え、何やってんの？え？え、何やってんの本当に。壊れてないけど。よかった。ウィン壊れてない。何やってんの？へえ。え、わしめっちゃラグ、え、ちょ。え、わしめっちゃラグってる。わし大丈夫か？まあ、ちょっと安全に行こう。安全に行こう。いや、ちょっとこれ、わしがラグってんのはちょっと怖いな。わしのラグでを、チームメイトコライドはちょっと避けたいところですね。まあ、落ち着いてこう。落ち着いてこう。でもまあ、これでダメージがなかったのは完全不幸中の幸いだな。まあ、とりあえずついてく。逆にダメージないのかな、マクラーレンは。かなり当たってたけどね、今。で、わしはまたどうせダウンフォース削ったストレート伸びる設定だろうな、おそらく。さあ、とりあえずマクラーレンの1秒以内で粘着していきたいところですね。マクラーレンの1秒以内に入って、まあ、DRS のおこぼれをずっともらっていきたいところ。さあ、わしが来ている。いや、まあ、わし行かせちゃってもいいか。さあ、イエローラック、あと最終コーナーだ。最終コーナーで誰かやってる。ただ大破してない。で、意外とまだ誰も大破しないな。クラッシュらしいクラッシュも全然まだ起きていない。セーフティーカーを入れる気配はないと。オッケーオッケー、よしよしよし。いや、 DRS 粘着できてるのはいいよ。いいぞ、いいよ、調子いいよ。あれ、意外とでもおっと、走今とんでもないラグしてた。とりあえずまあ1秒以内でね、粘着していきましょう。1秒以内でちょっとミスった。いや、あそこむずいんだよな。あそこインサイド突こうとしすぎると当たって跳ね返るんだよな。さあ、 OKOK。 さあ、 DRS トレインですね。悪くない。さあ、わしが迫る。まあ、オッケー。で、やっぱわしの方がストレート伸びそうだね。さあ、燃料節約しろとジェフはほざいておりますが、燃料節約したらもうどう考えても終わりなんで、まあ、セーフティーカーが出るのを待つだけですね、これは。セーフティーカー、あるいはバーチャルセーフティーカーが出るのを待つだけです。でもすごいな、今んとこ本当にまだクラッシュが起きてない。
サウジアラビアでこんなにクラッシュが起きなかったことは多分過去にないね。え、マジ？やば！やばい！ちょ、待って、ちょ、だって、今の殴り方ワンチャン事故ってた。俺今ミサイルされて、もらってたやん。ちょ、怖いな。トラックリミット1回。ちょ、トラリミ気をつけよ、マジで。3回やったらアウトなんでね。オッケーオッケー、まだ1秒に入ってる。さあ、わし伸びる。いや、わしに行かれそうだな、これ。まあ、行かせちゃっていいか。でも、ちょっと待って。変にバトルしてる。いや、これチームメイトコライドだけは避けたいが。でもそんなに、でもわしの方が圧倒的に速いかって言われるとそうでもないんだよな。だからストレートはわしの方が伸びるんだけど、このコーナー区間とかはそうでもないから。なダウンフォースが、ね、多分俺の方がついてるから、コーナリング区間とかはこっちの方が速いんだよな。もうセクター1とかね、こういうとこ。危ない、トラックリミット危ないよ。さあ、そして前の方の集団にちょっと追いついてきたね。とりあえず1秒以内、マクラーレンの1秒以内にいることが大事。ダメか。あ、外れた。あー、外れたな。いや、これわしに行かれちゃうな。行かれちゃうね。前と 1.4 ついた。さあ、逆に前がなんかすごいことになってる。さあ、まあわしに行かせましょうか。さあ、前の方でもかなりバトルが激しい。さあ、GR ハルト、アルファロメオが落ちてきた。おお。あっと GR ハルト行ってしまった。アルファロメオセーフティーか。あっと、マウヒダ行った。え、それにマウヒダ刺さった。おっと、大クラッシュ。あ、出た、マウヒダクラッシュ。さあ、セーフティーか。セーフティーかだ。セーフティーカーデプロイド。クラッシュした GR ハルトに、あ、ノムチオもそれに刺さって、あ、チームとこないのかこれ。アルファロメオ、最悪なことが起きてしまった。アルファ、フェラーリエンジン勢行った。あ、トミさん、スパチャース。もしかして今日はハンコーン。いや、ハンコーンじゃない。ハンコーンはちょっと、開封動画みたいなの撮ったんだけど、やったことない。実写やったことない。クオリティが低いで、ちょっと上げるか、ほんまに。いやー、ちょっと、いやー、大混乱。これ、アルファロメオ、同士打ちかね。多分、GR ハルトが回ったところで、それを避けようとして、後ろでカオスが起きた感じですね。これは大混乱。で、まだこれセーフティーカーがね、上位1位がセーフティーカー捕まえてないので、あ、でもそう考えると、待てよ、マウヒナが行ったということは、マウヒナが行ったということは、これコンストメルセデスかなり有利になったね。これでもうフェラーリのポイント取れる確率がかなり下がりましたからね。今メルセデス3位にいるし、もう1台のフェラーリも今ボックス入ってるから、これは厳しいか。ダブルタイトルに一歩近づきましたね、これはメルセデス。さあ、そしてこれどうするんだろう。は、わし入るか。え、てかタイヤ、いやー、これ、ハース、こんな2台とも近いところにいるの、これマジ良くないな。わし入る？入るね。あ、え？あ、わし、お、やばいやばいやばい。あ、誰か、ショート5秒のタイムペナルティ。まあ、これはステイアウトですね。さあ、さあ、2番手。さあ、大きく順位を上げた。さあ、ショートの5秒タイムペナルティは多分、このボックスで消化される感じかな。
ちょっと見てみましょうか。現在1位は TGR ゼントセルもマクラーレンノーピット。で、2位がニキータカズピンで、3位がルイス・ハミルトン。いや、あれ、ルイス・ハミルトン飛行士これだ。実質今1位かな。で、ルイス・ハミルトン飛行士、これ、あれでも、昨日は勝ってないか。いや、でも最近ほぼかなり常連ですからね。上昇。優勝の常連になってますわ。さあ、ビルゴ、レッドブルはステイアウト。さあ、シグナルもステイアウト。あれシグナル俺より。あれシグナルあれ永遠のライバル俺より後ろだ。予選がば、あ、マーフィアモン、スパチャー2000混ざす。あれはねえよ。せめて動かないでくれ。これもレースだね。仕方ない。お疲れ様。お疲れ様でした。まあ、なんか、後ろで多分あれでしょう。よくわかんないけど、まあ多分、後ろでカオスが起きて、それをよく、なんかもう、ゴダゴダだったみたいな感じですよね。いやまあ、これね、まあ、リアル F1 でもね、サウジはね、かなりカオスが起きてたんで、まあ、コース設計的にもね、まあ、難しいっていうね、ところですね。さあ、ただこれによってフェラーリはコンストかなり絶望的な状態ですね。残されたのが KSGK マッシュのフェラーリですが、現在16番手ということで、一方ね、ダブルタイトルのかかったメルセデスはチッキー13番手の、マサパパが7番手で、マサパパは、おっと、ハードタイヤ。おーおーおお今ピットしたぜ。ちょっと戦略分かれてるね。ソフト、ハード、ミディアムとハード勢に分かる。ハード勢は最後まで引っ張るでしょう。ミディアム勢は多分もう一回セーフティーカー出た時ソフトに戻すとかそういう戦略なんですかね、これは。うん。さあ、セーフティーカーはどうだセーフティーカーもう一周行きます。あれってか、ソートの5秒タイムペナルティ消化されてない。なんでん、ピットレーンの速度超過でもらったんかな、これ。何でもらった？ピットレーンだ。あー、これ痛いね。ソート・マクラーレン。ソート・マクラーレン、ボールポジションスタートだったんですが、スタートで、ルイス・ハミルトン非公式にね、抜かされて、あった？あ、もう一回入った、今。だペナルティー消化のためにもう一回入る。あーくっと、これでボールポジションのソート・マクラーレン。最下位まで落ちる。これは痛いね、マクラーレン。マクラーレン現在コンスト3位争いね、アルファタウリとしてるんですが、今回ね、マクラーレンかなり調子良さそうですが、これは非常に痛い。アルファタウリのルイス・ハミルトン飛行士が、一応現状実質これまあ、P1 かな。実質今 P1 ですね。で、しかもビルゴとシグナルの壁が、このマサパパとの間にはあるので、まあ非常にやりやすい展開ではある。で、タイムペナルティとか今のところは、まあ、でもトラックリミットとか結構みんな出てはいるが、まだ3秒のタイムペナルティとか出てる人はいないですね。ああ。さあ、ただこれね、ソフトで引っ張ったはいいんだけど、あまりにもね、次のセーフティーカー出るのが遅かったりすると、これハンガリーでのタイヤバースト事件、タイヤバースト事件が蘇るかもしれないですね。まあ、ただ、25周のレースで、今8周目だと。まあ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 、意外とじゃあタイヤのライフは意外と楽だな。意外と楽じゃない。だってこれ中古だからね。中古のソフトでこれだから。だから意外と今これミディアム勢に変えた人も最後まで残り23周ね、持つかもしれないですね。持たせようと思えば。だまあ理想としてはまあそうだな。まあ5周ぐらいしたら、3周から5周ぐらいしたらセーフティーカー出て、そのタイミングでボックスで最後までミディアムっていうのが一番理想ですかね。さあ、セーフティーカーインディスラップ。さあ、タイヤに熱を入れていって、さあ燃料めちゃくちゃプラスになった。燃料楽勝、いくよ。オッケー。まあ悪くない。オッケー。さあ、インサイド。あ、ちょっと待って、これ。やばい。いや、早すぎるな。無理だ。やばい、早すぎる。さあ、後ろ、いや、結局シグナル。
いや、シグナルには行かせたくないぞ。いや、とりあえず、あっと後ろでクラッシュだ。誰だ、誰か、な、メルセデスじゃない、メルセデスじゃないか。あっと、メルセデスだ、メルセデス、ダブルタイトルがかかったメルセデスが、ば、最下位に落ちてる。何があった、単独か。さあ、わし、え、わしやば、え、わしがめっちゃ順位上げてる。わしが玉乗りしたな。な、接触があった。わし5番手まで上がってる。あ、今当たったくね。ルイス・ハミルトン飛行士も当たったように見えたが、最終コーナー。さあ、そしてまたしても最終コーナーで、あっと、メルセデス、メルセデス、二人とも行ってしまった。これ、あ、セーフティーが出た。え、メルセデス、ダブルタイトルのかかったメルセデス、リスタート、リスタートで二人ともクラッシュ。これはフェラーリ首の皮一枚繋がったか。いや、何台かボックス入って、やっぱなんか多重クラッシュが起きたくさいな、これ。多重クラッシュ、いや、まあこれはさすがにボックスかな。まあでも順位めちゃくちゃ落としたよね。いやー、ちょっと、いや、ちょっと出るの早すぎるな、セーフティーカー。さすがに、いやー、悩ましいですね、悩ましいが。ただもうこの後セーフティーカー出ない可能性、まあ出るとは思うけど、まあでもライフ的にボックスかな。この後すぐまたセーフティーカーが出るかって言われると、まあ、まあちょっと難しいんで、まあ安牌取るんだったらボックスかな、ここ。まあ順位失っちゃうけどね、まあ相当失う。それだったらさっきわしと一緒に入っとけばよかったって感じになっちゃうが。あっと、マスケ、あっと、セーフティーカーラン中にアルピーノのマスケクラッシュ。何、単独か、それとも前に当たったのか、一体何が起きたのかよくわからんが。さあ、シでもシグナル、これミディアムだよね。シグナルはどうすんだろう、これ。なあ、ボックスかな。ボックスですね、これは。ミディアムで最後まで行こう。 OK、 3.0、 いいね、悪くない悪くない。さあ、シグナルは、シグナルソフトタイヤ。シグナルソフトタイヤ、ハードじゃない。まあ持つか、14周。いや、でもまあ今俺10周、まあ持つことには持つか。さあ、これで、あ、でも一応俺10番手に戻れた。あれ、ポイント圏外まで落ちるかと思ったけど、ポイント圏内で戻れましたね、普通に。これはラッキー、これは嬉しい誤算だ。さあ、現状整理しましょうか。さあ、1位はさ、わしがとんでもない玉乗りで、P2 まで順位を上げてる。1位はルイス・ハミルトン飛行士、アルファタウリで、わしが P2 さっきリスタートめちゃくちゃうまいことやったの、本当に。で、乗り、で、ビルゴはステイアウト。で、乗り野郎、ジャスターウェイ、GR ハルト、マヨピカ。で、マクラーレンの2台。はいはい。で、あーは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 ー。いや、これは、これまた、わし、ワンチャンまた優勝あるか。わし、ま、いや、でもさすがにきつそうだけどな。まあ、さすがに、まあ、さすがに厳しそうではあるけど、まあでも表彰台はワンチャン、あるかもしれないね、これね。うん、だって後ろにこれビルゴのレッドブルがまだステイアウトして引っ張ってるんで、まあ蓋になってもらえればね、ノリヤロー、ジャスターウェイ、GR ハルト、ここら辺の蓋になっていただけると。で、このまたソートがね、ソートが多分すごい勢いで追い上げてはくるんですけど、まあまだね、壁がめちゃくちゃあるんで。で、僕の後ろにはアシグナル、オービット、リュリオン、エイジ、チッキー。いや、これどうすんだ、シグナル。ソフトで、まあ、いける
ちゃいけるのかな。まあ、いけることにはいけると思うけど、多分もう残り2、3周も、ほんとタイヤズルズルのもうオワコンになると思いますね。いや、ほんとに。さあ、そしてメルセデス、でもダメだ。KSGK マッシュもフェラーリも、17位まで落ちちゃって、あ、16位。あれ？お？マサパパもっかいボックス16位。さあ、コンスター争ってるワンツーのメルセデスとフェラーリが、最下位争いになってますね。で、逆に俺たちのフェラーリは、フェラーリじゃない、俺たちのハースはね、これ、仮にわしはこれ P2 で、僕もこれ、まあ、P10 とかね、まあ、ビルゴはボクサーで、実質 P9 とかでゴールできれば、これコンスト一気に、また上げられるチャンスですので、いや、これは活かしたいぞ。マジで。よしよしよし、安全に行こう。で、GR ハルトとマヨピカはハードタイヤ。GR ハルトとマヨピカはハードタイヤで、それ以外ミディアマヨってか、また YouTube 止まってる。何現在オフライン、なんかクラウドのマークが出てオフラインですって言って止まるんだけど、これ何なんだこれ。原因が何なのかわからん。はぁ。あ、マウヒナモンさん、スパチャアザス。昔投げて破壊したコントローラーと、昔投げて壊したヘッドセットを投げて、トトの気持ちが分かりました。トト今までですな。いや、もう、いや、まあ、ゲームオンない？いや、またか。いや、ちょっと一回切るね。一回切るよ。よいしょ。いやー。とりあえず、これで戻れたはず。いや、戻れたはずだけど、そのメカニカルトラブルを直してる間に、セーフティーカーが終わってしまうのに、タイヤが全然熱入れできなかった、ゴミ。いや、ちょっときついな。さあ、でもまあ、リスタートしてない？いや、うまい！いや、めちゃくちゃいいことやった！めちゃくちゃうまい！さあ、アウトサイド！ホームねえ、よく今体勢立て直した。ホームねえ、あ、YA さん、スパチャ、こんばんは、ナイスです。ポイントもしくは表彰台。いや、頑張るよ。いや、ちょ、今危なかったけどね。今よく耐えたな。いいよ、オッケー。あ、さあ、前吹きか、ただ、さあ、前吹きかな。で、ちょ、待って、ウィリアムズのソフトシグナル早いよ。さあ、ダメージあるか、レッドブル。さあ、前吹くか？前吹くか、ダメージあるか？ダメージありそうだな。いや、行きたいな。いや、ただ、ストレートが伸びない。まずい。さあ、シグナルが来る。いや、いや、なんで DRS ね、こんなとこ行かれそうになってんだよ。いや、ちょっと、これはちょっと早めに仕留めたいね。さあ、レッドブル、マヨピカ？マヨピカ、向こう中のさあ、スリップ。さあ、アウトサイド。いや、ただ伸びないな。もう。なおさあ、後ろで？マクラーレンとウィリアムズ？いやー、ダメだ、いけない。あぶね。いけないね。いけない。いけそうだがいけない。いやだ、ハードタイヤだしな、しかも。いや、これ行きたいな。でも、行かないとまずい、逆に。さあ、ここで。伸びろ！さあ、インスタイド！軽く当たった。オッケー。抜いた。いや、これナイスオーバーテイクよ。さあ、前の方も。さあ、わしが順調に2位。順調に2位を逃げている。いや、すごい。わし逃げてるよ。すごくね。さあ、これは
ウィリアムさん、危ね、危なかった今。さあマクラーレンが来てる。え、怖い怖い怖い。いや、ストレートスピード違いすぎるな。トラクション、オッケー。いや、ここやべえ、マジで危ねえ。ここ怖い、ここ怖いよ。さあ、ウィリアムズ、ジャスターウェイがミスってる。ジャスターウェイが順位落としてきてる。ジャスターウェイダメージあるかこれ。さあイエローラックなんだ。何イエローラックって何、どこどこどこ。さあジャスターウェイが相当苦しんでる。いやいけねえな。いけない。さあ足が出る、いやこれでも DRS の手前で抜いたら死ぬからDRS もらいたい。いやでもすごい、いやギリ当たらない、当たらない、ギリギリの戦い。さあさあこれで行きたいな。さあ DRS、 さあアキラ、ちょっと待って、やばい、大丈夫。オッケー、さあバーチャル、あ、ここのタイミングでバーチャル。何、俺が抜いた瞬間にバーチャル出た。俺のストレート助かったこれで。いやマッチャー今抜いたからストレート刈り取られるかと思ったが、ホームストレート。オッケーオッケー、いいよ。なんかこれ何のバーチャル、これ何のバーチャル。このバッチャン何、マジ 謎のバッチャン出た。俺が多分今のが入ったら俺ストレートで3台ぐらいにワンチャンごぼう抜かれする可能性あったけど、なんかマシが助けた、センキュー。いや逆に次の DRS 区間までにちょっと1秒以上話したいから、もう DRS を DRS でもうバーチャル終わりにしてほしい。コーナー区間で話したい。オッケーオッケーオッケー。ちょ、ジャスターウェイ、ジャスターウェイ離さないとまずい。いや、ついてきてるか。いやー、コンマ5はダメかも。やられそう。いやー、来てる。いや、もうすぐ。逃げろ、ここで。いや、俺がそれか前の。さあ、いや、シグナル。さあ、シグナルが上がってくる。シグナルが、いや、ちょっと待って。やばいやばい。やばいやばい。早すぎる、こいつだ。いいよ。立ち上がりはうまいことやった。いや。ああ、まあでも、まあシグナルソフトだから、まあ最後シグナル死ぬでしょうから、まあその時は、まあその時までは泳がしておこう。うん。さあ、イエローラック？さあ、ついてこい。とりあえずついてこい。とりあえずシグナルに、シグナルについてこう。ついてって。ああ、さあ1コーナーでクラッシュが起きてる。ちょ待って、ちょオービットの後ろからやべえやつ来てる。オービットの後ろからモンスター来てるじゃん。ちょっとさあなんとか1秒以内コンマ9。まあここはちょっと頑張って ERS 使っちゃって、なんとか1秒以内に入って、わー出ちゃった。ダメか、出ちゃったな。
いやー厳しい厳しいさすがにおーいいやでも okay, focus. でもオービットは今度なんでオービット DRZ いやでもこれいけないマサパパ玉乗りしてるじゃんいや無理だおーさあわしあでもわしまだ3位守ってるすげえなもうどうすることもできなくねこれもう完全にグロ映像になってるじゃん、no、issues with tire wear for now. ダメージはない Keep taking care of them. ああいやまあまあまあとりあえずついていこうとりあえずついてこ、とりあえずついてくよ、とりあえずついてく。一応まだポイント圏内だね。いいよ。てか、これさ、レッドブル、用意のあれレッドブル、ビルゴだよね。まだボックス入ってないよな、あれ。いつまで引っ張る気なんだ。もう一回セーフティーカー出るの待ってるって感じなんかな。さあとりあえずなんとかオービットの1秒以内ではついていきたいところ、ついていきたいところだがストレいやおダメだこれ単純に俺遅いわ。さあ前の方でかなりバトルが激しい。さあイエローラック、何さあな、前方でイエローラック、なんだあ、エイジが止まってる。避けてた感じかな。さあ前の方やばそう、収穫でも絡んでんのか、ブルーラック出てんな、どうなってんだこれ。さあ追いついた、なんかすごいことになってるけど、あぶね、いや滑りそうだ、今よく止まった、オッケーオッケー、とりあえずついてく、ついてきたい、1秒以内入りたい。ねでもわしの P3 はほぼ硬そうだな、あれかなり差あるよね、後ろと前、すげえな。あっと、なんと前をピカウンコチュー行ってしまった、レッド、あっセーフティーカーデプロイド、なんだこのタイミング、コットとんでもない、残り7、あデブリが落ちてる、最後にドラマが待っていた、レッドブル前ピカウンコチューが行ってる。いやこれは、いやこれボックスだろ、ボックス入って新品ソフトでしょ。あシグナル5秒のタイム、あーっとシグナル我慢、シグナルこれ何のペナルティだ、ピットレーン超過かな。さあ新品ソフトに変える、何やってんの、ちょ遅い、なんか今最初動いてなかったけど何やってんの。さあシグナル、よし、あシグナルがフロントウィングが、あシグナルか、シグナルのノーズが壊れてた。さあこれね、お、リュリオンのアストンの前ではなんとか大きい。さあ、P10 で戻れた。オッケー。いや、これいいぞ。わしもボックス入ったんかな、これ。わしがそういうことかな、これ。わし順位落としてるな。多分これ、わしがボックス入ってたから今一瞬固まってたって感じかな、ピットが。あ、そうだね、そうだ。さあ、現在、うわ、さあ、これで、おっと、ステアアウト、これはすごいことになってる。アルファロメオの GR ハルトはステアアウト。で、マサパパオービットもステアアウト。ボックス入ったのトップ3入ったね。ルイス・ハミルトン飛行士、そうと、わしは、ボックス入って新品ソフト。いや、だからこれ、いや、これは面白い展開になった。さあ、そしてビルゴは、これ正解だったね。ここまで引っ張ったことによって、ソフト、
やつってそういうこと？ちょっとね、マイオピカウンコ中のこれ、セルフ SCA と疑惑が、レッドブルのこれビルゴを救うためのセルフ SCA と疑惑が出てきたが、さあ、これで、ね、ピーヌでピーテン、あ、まあ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 、いや、いいんじゃない？いや、いいんじゃない？これ。いや、ただまあ言うて、いや、KSG 行けばし、これ一体何回ピーテン入ってんの？これ。さあ、で、このまま行くと、このまま行くとメルセデスのダブル、タイトルが確定してしまいますね。いや、メルセデスな、途中まで二人とも爆死してたくせに帰ってきやがったな。結局2番手と7位にいるね、この子たち。さあ、セーフティーカーは？セーフティーカーもう一周行きますかね。セーフティーカーもう一周行く。いや、これは最後、あっと、おリュリオンもっかいボックス？リュリオンがもっかいボックス入った。なんで？中古だったんかな？あー、中古のソフトだったから新品のソフトに変え直すってことか。いやー、で、後ろにウィリアムズ、ウィリアムズ、ま、いや、このウィリアムズとはね、コンストも今バチバチにやり合ってるから、いや、こいつらは絶対抜かせねえよ、俺。こいつら、こいつらには絶対行かせませんからね。で、ノリ、ビルゴ、チッキー。いや、だからこのトップ3が中古のミディアム。で、チッキーもこれ、中古だよね。だ、中古勢が上位で4台いるんで、だ、新品ソフトとごちゃ混ぜになって、これはリスタート明けの、しかも、4周ノースプリント。いや、だいたいこれ荒れるんだよな。残り数周でセーフティーカー入って、もうスプリントレースで、っていうのはもう、今まで神風クラッシュグランプリで荒れる定番の形式ですからね、これね。で、しかもサウジアラビアっていうことで、これは非常に嫌な予感がする。いや、ちょっとマジで前のクラッシュにはね、ちょっとマジで巻き込まれないように、ちょっと安全に行きましょう。さあ、そして、あとタイムペナルティーな。タイムペナルティーは受けてる人はいないかな？カットザ試験員。カットザ試験員は、いないですかね。いなさそうですね。意外とみんな慎重に走ってんな。よし、タイヤ温めるよ。多分このラップセーフティーかインディスラップでしょう。いや、集中していくよ。いや、マジで ここに全てがかかってる。この残り4周が全てだ。いや、まだ入んない？もしかして。え、もう一周行く？これ。え、もう一周行く？いや、何やってんの？これ、マジ。もう一周行くじゃん。え、マジで行ってる？いや、お前、それはエンターテインメントに振りすぎだろ、さすがに、これ。いや、もう全然片付いてるけど。マジか、これは、これやばい、絶対やばいわ。残り3周のスプリントってこと、最終ラップだけ DRS が使えるってことですね、これね。これ、やばい、絶対やばい、これでも逆に言えばチャンスだ、逆に言えばチャンス。逆に言えばチャンスよ。あ、てか、フェラーリの KSDK マッシュが、またボックス入ってる。いや、でも別にな、一人遅れてても別にリスタートするときするけどな、普通に。どういう加減だ、これ。よくわかんねえ。いや、よくわかんねえけど、さあ、じゃあ、3周ですね。3周のスプリントレース。最終ラップだけ DRS が使える。いや、だから、でも逆に言えばこれ、だから、中古で引っ張った勢はね、中古の引っ張った勢は、これは非常に助かりますね。ミディアムハード勢でボックス入んなかった、ステアートした組は非常にこの支援行為は助かりますね。逆に新品ソフトに変えて順位を失ったトップ3、ね、ルイス・ハミルトン飛行式とソートとワシ、この3台にとっては結構嫌な展開ですね。これは本当に。あの3台は最低でもトップ3には帰らないとステアートをしてた方が良かったっていうことになっちゃいますからね。また新品ソフトだから、まあ、3周もあれば多分いけるとは思うけど。いくよ。いや、ちょっとやばい。
落ち着いてこうやってか、普通にさっきのラップインディスラップすると思ってタイヤちょっと使っちゃったな。熱入れしちゃった。もう一回気を取り直していきましょう。あ、アローさん、スパチャーです。神風ニキ、最近バグり散らかしてますね。いや、もうこれバグなんかな？これバグなんすかね？どうなんだろう？行くぞ。さあ、セーフティーカーインディスラップ。3周のスプリントレース。さあ、現在 P10、ポイント圏内、後ろからコンストを争っているウィリアムズ2台が迫る。だこの後ろ2人は抑えつつ、前の奴らのクラッシュをうまいことかわして玉乗りしていきたいところ。さあ、どこで決める？さあ、どうだ？いや、あんま良くない。あ、さあ、周回遅れのアルファタウリ。あ、周回遅れのタウリが混ざってた感じか。さあ、インサイドかジャストウェイが来ているが、ここ押さえた。あーと、あーと、あーと、メルセデス！チッキー行ってしまった！てか、ビルゴ、ちょっと待って。さあ、ここ、ギョフドリ、ギョフドリ！さあ、レッドウェイのビルゴは、AI 走行のまま忘れてたのかな？いや、これはギョフ乗り！メルセデス1台行った！さあ、P7？ さあ、乗りやろう。乗りやるのが早いけど、いや、でもこれ抜けたのでかい。なんとかビルゴレッドブルについていきたい。てか、わしも順位めちゃくちゃ上げてね。わしも P3 ぐらいまで。いやー、ただストレート伸びねー。あぶね。トラリミ怖いよ。いやー、乗り野郎早すぎる。いやー、 ERS グルで使ってるけど、いやー抜き返せと言われてるが、いやでもまだ前の方相当激しいな。いやー遅すぎるこれ、ゴミ。いやーもう厳しい、これはダメだ、遅すぎる。あ、ジャストウェイミスった。ジャストウェイ当てたぞ今の。さあ、リュリオも来てる。なんとかジャスタウェイの引き返したい。なんとか。さあ、前の方で、あっとレッド、あっとレッドブルのパスが飛んでる。ビルゴ、あっと俺たちのレッドブル、やばい、いや、これさあ、レッドブルティッポドーズ。さあ、ジャスタウェイ、オッケーオッケー、やり返せ。さあ、ファイナルアップ DRS。 DRS is now online。 なんとかやり返せしたい、やり返せしたい。日本語おかしい。いや、いけるよ、いける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 。さあ、前の方でかなり団子になってる。なんか前の方もやべえな。あーっと、あーっと、最終ラップ、アルピーヌ乗り野郎さえ、あーっと、ファイナルアップで、あと、あと、アストマーチオービットもクラッシュ、なになになに
何が起きた。やばい、多重クラッシュ。さあ、ファイナルラップ、今モードが進んでいた。さあ、そしてジャストアウェイ。ありがとう。少し待ってくれ。伸びろ。ダメか。伸びろ。え、すげえ、わし3位だ。わし3位だ、すごっ。あー、いやー、惜しかった。ちょっと上、1000分の5秒差。あー、さあ、ただこれは、いや、これまだメルセデスダブルノーポイント。ということは、これまだダブルタイトルは確定ではないか。フェラーリとメルセデス二人ともノーポイントですね。こんなことあんのか。はい、では、決勝結果です。まあ、ただね、最終ラップ結構、カオスが起きてたんで、カオスが引き起こされていましたんで、さあ、とりあえずスクリーンショット、ワンチャン、さあ、ルイス・ハミルトン非公式と、ソートンさ、千、コンマ一。さあ、優勝はルイス・ハミルトン非公式、2位がソート、で、3位がワシ、4位が TJR デンスルモ、5位が GR ハート、6位ジャスアウェイ、7位ニキータカズピンで、8位シグナル、9位リュリオン、10位ビルゴと、ビルゴ、最後ティンポノーズで P10 取ったんだ。いや、すごいレースでしたね。はぁ、で、ファステストはマサパパと。いうことですね。はい。では、今回の結果を踏まえて、ポイントランキングを見ていきましょうか。よいしょ。ポチ。これでですね、ポイントランキングは、これだ。コンストラクターズ、メルセデスとフェラーリとの差が、45ポイントのままですね。なんですけど、そうなってくると最終戦だ。次最終戦でフェラーリが、ドライバーズとファッセストとワンツーフィニッシュを決めれば、45ポイント、フルで45ポイント取れる。まあ同点なんだけど、多分。同点なんだけど、多分ね、これ優勝ここに書いてあるんだけど、多分勝利回数でね、多分、勝てないかな。多分。ってなってくると、これはもう、メルセデスダブルタイトル確定ですかね、これね。あ、GR式さん、スパチャーズ、うちの非公式、いや、マジ。最近非公式しこりすぎ、しこりすぎだけど。これメルセデスなんで、これダブルタイトルが決まりましたね。おめでとうございます、メルセデス。圧倒的な速さでした。いや、前半戦そんなに、すごい速いって感じではなかったんだけど、中盤戦からね、各個人のレベルがめちゃくちゃ、一番多分ドライバーのレベルが上がったチームなんじゃないですかね。あ、ドルフィンさん、メンバー歴4ヶ月ありがとうございます。優勝数でメルセデスで決まりだね。おめでとう、メルセデス。メルセデスチームの皆さん、おめでとうございます。で、2位がフェラーリですね。でも、ただこれフェラーリは逆に、これ今回ノーポイントだったんで、これアルファタウリとマクラーレンがすごい勢いで縮まってきてますね。なんで、これまだ P2 の差はまだわからない。さあ、そして、いや、P5 争いがすごい。アルファロメオが205、ウィリアムズ200、ハース199。あれはは、ここえぐいな、ここ。5位から8位がえぐい。めちゃくちゃ僅差で、アストンマーチンが9位。で、これ、あーっと、レッドブルは逆にこれで最下位が、逆チャンピオンも確定。メルセデスのコンストラクターズと、レッドブルの逆コンストラクターズが確定しましたね、これで。
でドライバーズの方はバルテレも決まってて、でそれ以降の差はいやかなりまた詰まってるな。いやということでね、いやーこれは最終戦、次のね最終戦はリアル F1 が今週末ありますんで、翌日ね、月曜日が祝日なんで、月曜日祝日が最終戦アブダビになりますね。いやーすごい。よし、ということで、じゃあ今日はね、いつも通り参加型やっていきましょうか。今日は5週にするか。昨日ね、かけそばに聞いた時が、25% だったんで、まあ、今日は5週レースでやっていきましょうかね。いやでももう次最後か。でももう一応でも最後はもう、ドライバーズとコンスターね、もう、チャンピオンは確定してしまって、まあ、中断勢の骨肉の争いといったところですね。はい。で、コース抽選、コース抽選。はい。こっち。オッケー。あ、ちょっと待って。あ、コース抽選じゃない。あ、マシン抽選になっちゃってる。あ、マシン抽選は別にしなくていいな。マシン抽選はしなくていいべ。マシン抽選はしなくていい。マシン抽選は別にしなくて、俺はハウスでいいや。俺はハウスでいいや。うん。じゃあ、コース決めます。コース。よいしょ。さあ、お、イギリス。お、イギリス珍しいね。イギリスは珍しい。で、オランダ。イギリス、オランダ。なんか珍しいさ、きっと来るね。いや、ただまたもね、そこら辺やたら当たるさ、アブダビ。さあ、この3択ですね。さあ、どこにしましょうか。なあ。イギリス、イギリス、オランダ、オランダ、イギリス、モンツァ、モンツァない。イギリス、オランダ。あ、でも同じぐらい、オランダ、オランダ、ダビ。ダビあんま人気ねえな。オランダ、オランダ、ダビ、シルバーストーン、ネバーね、ネイデルランってどこやんすか。アブダビ、イギリスや。まあ、イギリス、まあ、イギリス、オランダ。まあ、イギリスにするか。最近イギリス走ってないね。イギリスにします？まあ、イギリスでもいいんじゃない？イギリスにするか。イギリス。はい、じゃあね、メンバーシップの人を誘っていこうと思います。はい、よし。で、ニキータカゼピン。いや、これは決してね、うん決して別に僕がアストンマーチに乗りたくないからってわけではないから、そこだけね、そこだけ勘違いしないでほしいですね、皆さんにはね。決して僕がアストンマーチに嫌いだからってわけではないです。まあ、これはやっぱり僕はといえばハース。はい、行きましょう。まあ、今日はまあ5週でいいかな。5週にするべ。さあ、行きましょう。いや、イギリスはな、久しぶりだで、どうだろう。ハース、まあ、ハース自体はそんな相性さ、VW、ポロビッツってか、そうか。ってか、5週レースだったらさ、俺思ったんだけどさ、まあ、俺まあ仮にね、神風クラッシュグランプリを、2回目第2シーズンやるってなったら、まあ次はね、コーナーカット厳格にしようかなって考えてんだよね。ってのをまあ結構最初の頃はさ、みんなまあよくも、まあそんなにね、まだよちよちだったからさ。うん。まあ、厳格だと、どえらいことになるかなってことで、まあいろんな人がね、参加できるようにっていう意味合いも込めて、まあ標準にしてたんですけど。まあ結構レベルも高くなったし。うん。まあ厳格の方がいいかなっていうか。まあ逆にその標準のルールの穴をついてね。まあタイムゲインとかがちょっと増えてきたし。まあ次やるんだったら厳格でもいいかもしれないですね。うん。まあ、とりあえずちょっと次のレースから厳格でやってみるか。で、まあ次のな、神風クラッシュグランプリ、まあ、運営っていうかね、な、シーズン2やるってなったら、ま、どうしようかなと思って。まあ、今シーズンも普通にリアル F1 前にね、リアル F1 開始前に、ま、100% レースっていうのはね、
いつものように去年と同じようにやっていきたいんですけど、まあそれをシリーズ化にするか、まあそれとは別でシーズン制にするか、まあただ 100% なリアルエファンと合わせるとな、さすがにリアルエファンと同じだとな、シーズン長すぎて1年間ね、人生何事も起こらず毎回出走できますなんていう暇人は多分、いや俺ですらわからないもんな、俺ですらわからないもん。だからまあそう考えるとね、まあわかんないね。わかんない。だからまあ普通にまあやるとしたら、まあ3ヶ月とか4ヶ月とかで終わるようなシーズン制にした方がいいのかな。そこら辺はちょっとまあ実際その参加したいっていう人がいたらね、まあそこら辺の希望、実際参加する人とかのね、まあ希望とかも取って決めていこうかなとは思います。はい。あ、キーさんスパチャです。神風 GP 第2シーズンは逆順で GP コースもあるな。まあ、それもありだね。まあ、それもあり。それもありよりのありですね。まあ、ただな、そうすると、今回走ったばっかのコースがまた、またや、みたいな感じになりそうな気がするわ。てか、意外と走りいいぞ。意外と走りいいぞ。さあ、マウヒナ行った。いや、悪くないぞ。久しぶりのイギリスだが、走り悪くない。いいね、いいね、いいよ。いや、これ P10 以内行けんじゃねえ。いや、かなりいいとこ行けそう。さあ、トモ行った。さあ、ガーリ行った。どこで行ってんのこれ。いや、いいぞ。どうだ？でも29秒6。あ、悪くないね。悪くない。ああ、良いじゃん。いいじゃん。P7。いや、普通に、いや、今のラップ良かったな。今のラップ良かったね。あんまミスがなかった。それ、眉毛や、あれ、ウィリアムズって俺とほぼ同タイムよ。早くね。さあ、1位は、で、なんだ？なんか終わんね。なんだ？ああ。いや、これは決勝かなり期待が持てるぞ。はい、予選結果です。ポールポジションはワイヤードファンシャー、フェラーリ。で、2位がトンコツマクラーレン。で、3位が XYZ のアルピン。で、ハヤノーメルセデス。で、ブラックスター、アルファタウリ、ムックベース、マクラーレンで P7。おぉ。うわ、惜しかったな。ムックベース、マクラーレン、あと、1000分の4秒差。で、眉毛は意外と、さあ、そしてチームメイトのプロビーツ P10? はい。意外となんかみんな行ったな。そんな行くとこあるか、ここ。そんな行くとこあるかね。でも最近、ワイヤードなんかやたらと上の方いるな。ちょっと最近こいつ最近ちょっとしこり傾向にある気がするんだよな、感覚的に。まあ1代目初代しこり野郎はズネニーで、2代目がワイシミズで、3代目がワシというところですが、まあ、4代目もこれ近いかもしれないですね、うん、よし行くぞ。これはワンチャン表彰台あるよ。表彰台あるで。っていうか最近さ、単純にちょっと、まあこの参加型のね、普通の参加型、昨日のかけそばに人やった時もほんとカスみたいな、カスみたいなレースばっかだったね。今日はいいレースをしたい。ファイブライツ！ブラックアウト！ぬーん！いやー、そんな良くない。あ、まあ、あった？さあ、前の方で。お、ミサイル飛んでる！お、ミサイルだ！よく避けた、俺今。えぇ！サクセイ。バザルトゥイ。起きた。
上位陣みんな死んでるやん。何やあの人、完全に、いやもうせえ墓場になってて草。あーもうダメだ俺もう。いやちょっと待って、えちょっと上位からスタートしたやつ全員死んでねこれ。まっ何このレース。いや最近の中で一番ひどい、最近の中で一番ひどいスタートじゃないかこれ。なかなかこんなスタート直後に上位陣が荒れるってことあんまないけどな。いやもうこのフロアの生き生きクラブは、このフロアの、いやでも意外とフロア生き生きクラブしてるが、フロア生き生き、さあワイヤードファン車上位3台だけ生き残ったかな多分。いやトップ10以内でスタートしたやつ、いやめちゃくちゃあっとメルセデスの日ってちゃういや荒れすぎだろ、なんだこのレース。てか待って、チームメイトのポボローツがなんかセクター数ですごいノロノロ運転してる。パンクチャーか。いや俺もちょっとこれ完走できるか怪しい。さあただ一応12番手、さあ10、早野が10秒のタイムペナルティ、いや何10秒タイムペナルティって何やったの。さあ大混乱が起きましたが大混乱が起きてしまったわけなんですが、いやまあこれまだワンチャンポイント、いやね、いや昨日の良くないところは1回ダメになったらそのままダメになっちゃったけど、あの僕の今の目標は1回ダメになっても最後まで諦め、松岡修造、リトル松岡修造を心に宿すことです。それが僕の今の目標。あ、YA さんスパチャーズダス、 ABS 切ってたの忘れてしまい大変ご迷惑君か、君がやったんか。いやちょっと俺何が起きたかちょっと分かんなかったけどわゆトーペードしたちょっと何が起こったか分かんないけど、あ、まあ、まあ大丈夫だよ、で、まあ、大丈夫だよ大丈夫ではないけど、まあみんな一回やるから、まあ、大丈夫だよ、うん、それから気をつけるよな、うん、よしさあ11番手。ああよし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 。えいぞ。いいよいいよ。さあ、とりあえず。これで。さあ、あとノーマンもボックス入って。ノーマンもボックス入って。あー。で、意外となんか俺、ダメージある割には、フロア生き生きクラブしてる割には、意外と、大破しないじゃん。いや、でも最近なんか、どうだろう。俺がコメ欄なかなかちょっと終えてないっていうのもあるけど。なんか、いや、な、グラ、いや、グラツをやってるせいなのかな。いや、なんかだいぶ平和になった気すんだよな、F1。なんか前とか結構な、クラッシュとか起きる。クラッシュっていうか、なんか誰かがやらかしをすると、そいつが集中砲火を浴びて、そいつがなんか、病んじゃって、なんか俺に、なんか、いや、お悩み、嫌味メールが飛んでくるっていうのは結構頻発してたんですけど。まあ最近は、まあ最近はね、そもそもまあ俺がちょっと、こちゃもう封鎖しちゃってるんで、まあ、単純に飛ばしたいけど、なかなかね、そういうのが飛ばせなくなってるだけなのか、コメ欄が平和になったのか、どっちかわかんないけど。まあ、コメ欄が平和になったのであれば、僕は嬉しいですね。さあ、後ろから、あれポボローチ来てる。あれあれあいつ何あいつ何よしよし。周回遅れっけ、周回遅れ。いや、あ、お前何やってんだ、周回遅れ。え、このチームは何をやってるの、ちょっと。ギュンタ、こいつにちょっと、チーム戦出せ。チームオーダーだ、これは。あ、ブラックスター行った。なんで周回遅れの顎息子がこんな俺とバトルしてんだ。俺が今、B 点。ハースのためにピーテンを持って帰ろうとして、超えた、ちょっと何をやってるのこのチームは。もう OK clear無能すぎる、ガチの無能チームじゃんこれ。
マジで。おい、おい、ちょっとボン。もう何やってんだ、これ。ちょっとやばい、やばい、やばい。ちょっとウィングが。無能。これ、無能すぎる。アローさん、すみません。最近のこれ、下ネタ前になってる。あ、だ、下ネタ。下ネタちょっとか、下ネタではほどほどにね。ほどほどに。いや、ちょっと、タリ来てる。いや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 。いや、曲がんねえ、これ。もう、ボロボロ。いや、でも、いや、意地でも守るよ。意地でも守るよ。いや、これは、いや、これライオンだ。ライオンだ。ライオンするぞ。いや、絶対行かせないよ。いや、でも、もう一台ある。アストンマーチン2台来てる。やだ。めちゃくちゃ喧嘩してるじゃん。あー、ダメだ。あー、乗ったれが。あっ。あー、ダメか。届かない、届かない。あっ。あっ、970、重信さん、スパチャンス、ギュンター、神谷さん、あとで私の方に。いや、俺、いや、まあ一緒に今、はい、はい、あっ。いや、もうもうもう、あれでも、あれ、エヌドール行ってる。あれ、あれ、ワンちゃん。さあ、ワイヤードしこり、ワイヤードしこり。いや、でもこれワンちゃん前でもう一台大破すればポイントあるか。さあ、後ろから早の、でも早のメルセデスは10秒のタイムペナルティあるで。いや、なんとか抑えるぞ。いや、いけるいけるいける。え、でもこれ前で誰か大破してないかな。してねえか。完走12台だからダメか。何このレース。いや、ひどい。最近のレースの中で一番ゴミオブザレースだったね、これは。いやいやいや。スタートのカオスからのチームしかち、まだ普通のな、同一周回のバトルのチームメイトこらえだったらまだあれだけど、周回遅れのチームメイトとポイント争いしてるチームメイトが絡んでも一番起きちゃいけないことだ。周回遅れ刈り取りの中で一番最悪ですからね、それは。いやいや、厳しい。あ、コダックン、スパチャ踊り渡す。スパチャ踊り。いや、ちょっとスパチャ踊り。タコ踊りしてて、いや、いや、もうこれ無理よ、マジで。いやいや、これは普通にもうお芋の方が走りやすいわ、もうこれだったら。あ、オッケー。ああ。チンポップだ。なんかそこで、ね、路上駐車してるやつめっちゃいる。はあ。よし、死ね。いや、まあまあまあ、でも久しぶりな。いや、ワイヤード、ちょっと、こいつ、ちょっと最近しこってるなぁ。最近しこってるなぁ。よーし。じゃあ、次はね、オープン10のメンバー10でやっていきまーす。はい、じゃあね、やっていきましょうか。まず、コースですね。コース。ポチ。ちょっと楽った。ではな、やっぱそれ、バーレーン、あ、リアル F1、リアル F1 の開幕戦、バーレーンからの、あ、久しぶりに君来たな。え、久しぶりにやばい君来たね。やばい君。かなたん？んー、いや、もうお前いいって、お前、やだ、もうどって、おい、こいつマジ毎回出てくるな、俺やで、つって。なんでこいつこんな来んの？え、まずソシャゲで言うところの一番外れ枠っていうかさ、常設で毎回出てくるやつみたいな。うん。何こいつ？こいつだけ絶対確率操作されてるわ。うん。バーレーン、サウジ、カナダ、バーレーン、カナディアン。あ、カナダと、バーレーン多いな。まあ、バーレーン行く、久しぶりに。まあ、開幕戦でもあるでね。まあ、開幕戦気分味わうか。
じゃあ開幕戦気分味わうついでにショートカット減額でやってみようかね。あ、いや、ショートカット、いや、だからこれオープン部屋の時は初見に来はな、さすがに減格だとかわいそうだから、だからああしよう。だメンバーのメンバーの時は減格にして、だメンバーのやつら大体走って慣れてるからさ、だからメンバーのやつらの時は減格で、このオープン部屋の時はオープン順とメンバー順の時は標準とかにすればまあちょうどいいかもな。まあこうすればあの初見に来も割と走れるだろうし、まあ逆にメンバーシップでよく走ってる人はインチキできなくなるし、まあちょうどいいわ、うん、まあそんぐらいでそんぐらいでちょうどいいでしょう。はい、ではオープン部屋に変えていきます。いやーてかなー、このゲーム2020にちゃんと出てくれんのかな F1。 まあ出ることには出るんだろうけど、日本語版が出るか心配なんだよないやてか今まで逆によく毎年日本語版出してくれてるなって感じなんですよね。普通にいつ終わってもおかしくないというか、うん、多分売り上げも全然ないからねぶっちゃけだいぶね、僕も布教活動はしてますけど、まあそれでもやっぱりビビたるもんやしな。よし、いくよ、ダイナミック100%。だからなマジで、ね、でもマジでさ、俺思うんだけどさ、だまあ自分で言うのもあれだけどさ、まあ、F1 ゲームやってるやつの中だったら多分一番今多分大きくなったと自負はあるのよ、多分ジャパニーズだったらね。ジャパニーズの中だったら F1 ゲームやってる中だったら多分一番多分まあ見てくれる人が増えたのかなとは自分でも思うようになったんですけど、だからワンチャンさ、普通ゲームってさ、先行プレイってあるじゃん。大体。だからワンチャン俺来ないのか、来ないかなと思って。コードマスターズさん来ないかな。でもダメか。でもこの前、グランツーリスモ7は素晴らしいっつって。F1 はちょっとクオリティが入っちゃったから。ダメかな。いやでもちゃんとちょっと F1、コードマスも上げてこ、コードマスさん コードマスさん素晴らしいですってちょっと、うん、ちょっと発言変えとこ。コードマスターズさんは素晴らしいです。いやこんなにね、本当にやってる人が少ないので、毎回ジャパニーズ版を出してくれてありがとうございますって。よし、よし、今日からコードマスから案件が来るように、ちょっといい子ちゃんでプレイするわ。あ、根本翔士さん、スパシャルダス。F1 2020にはポーポイズ現象が再現できたら発売決定でしょうね。なお見たい。いや、マジで。あれやば、バズズズズズって、あれやばいよね。あれ解消するの？あれマジ、ゲームだったら普通に酔うけどね、あれ。マジで。さあ、とりあえずバレ、いや、ニキータ風ピンコーナー気をつけていって。いいよ。いや、俺、バーレーンはね、バーレーン意外といいのよ、ここ。ちょっとミスったか。ちょっとガバ押したか。いいよ。あ、ポールさんスパチャ出す。子供さんのポール、お前、読ませんじゃねえよ、それ、おい。下ネタ以上に読まんじゃまずいやつだよ、お前。よし。いや、いいぞ。いいよ。いい走りしてるよ。あ、チッキ行った？いや、これかなり、てか、さっきのイギリスもかなり良かったけど。いや、いいよ。いや、いい。良いよ。頑張れ。あ、全然良くない。え、29秒めちゃくちゃ遅いよ。あれ全然良くない。あれあれ俺そんなミスしたっけ。え、ハースって普通こう28 あれ全然良くない。はい。いや、
すにお前 P10。 さあ、ポールポジションはモブスタッペン、レッドブル。1分26秒の、いや、しこってる。さあ、ディズニーショー、何これ。レッドブル、メルセデス。レッドブルのモブがしこり。で、4位が、シグナル、タオリ乗ってる。で、ドルフィン、フェラーリ、ルクレル、アストン、冬巻、翼、SSS、シケオ、ファルクン、神風。チームメイト、俺、全然ダメだったの。ちょっと待って、お前。ウクライナ国旗掲げてるやつは全員下に沈んでるから、お前、頑張れ。よし、行くよ。行きまーす。決勝は晴れですね。まず、ここはね、1コーナーがね、まあ直角を通り越して、ほぼヘアピンみたいになってますんで、まあ絶対、インサイドのトーペードが飛んでくるので、まあそれを避けて、うまいことをかわしていきたいところ。さあ、ファイブライツ。ブラックアウト。まあ、波。おー、なんだ？前ラグってるやついる。なんか外側で行ってる、外側。おい、カットすぎ？許された。さあ、チームメイト、味方つ？あ、ハース？オッケー。さあ、チームメイト、味方つ、ハースの順位を上げてきている。さあ、アルピーヌ、冬巻きが見せてる。オッケー。順調。いいスタート。いよ。いや、でも、味方すぐ離れねえ。ミスった。ちょっと待って。いや、チームメイトには負けらんないぞ。いや、チームメイトに負けるのは一番の屈辱ですからね。さあ、前はフェラーリ。いや、チームメイト来てんな。いや。いや、行かせんよ。おー、そっちさらにインサイド来る。行かせんぞ。オッケー、抑えていく。いや、行かせん。絶対行かせん。さあ、前はフェラーリ。耐えた。今当たって？大丈夫か？オッケー。ね、でもまだ前のペースについていけてるからね。ペースは悪くない。とりあえずチームメイトを離していきたいところ。さあ、前は GR。 さあ、後ろのチームメイトミスった。いや、でもまだ一応コンマ5だな。いや、話せないな。さあ、30秒443。さあ、イエローラック。あーっと、メルセデス、ジャスターウェイ、とんでもないとこで回ってる。予選3番手、何があった？あれ、メルセデス、あれ、ディズニーショーのメルセデスも死んでる。レッドブルのモブがめちゃくちゃとんでもないしこりをしている。さあ、これ P9、 ハースダブルポイント。
かなり激しい。2以降は団子になってる。ミス。よいしょ。いやでもこのゲーム看板倒してもダメージないんだよな。でチームメイト離れねえな1秒以上。ダメだ離せない。ダメだね離れんわ。あぶね。Okay, you're in the top ten. さあストレート、さあ味方つ、さあスリップ入って、さあただここではいけない。ただ今度は俺 DRS ない。なんとか抑えた。オッケー、オッケーオッケー、いいよ。なあでも今度は厳しい。いや前の方もスリー、やばいやばい、後ろからメルセデス落ちてる。おお、カットスキン OK クリア。おお、えレッド、どうだったよどうだったよ、ジャスタイあ来た。いやなんかすごいとんでもないことになってる。さあ、ファイナルラップ。This is your final lap. Final lap of the race. カオスすぎる。さあ、チームメイト。あ、当たった。チーム。軽く大丈夫。わーっと、マクラーレン行った。さあアストンマーチン、さあファルクミスってる。いやなめちゃくちゃだ。あーチームメイトミスってる。いやすげえバトルだ。いやめちゃくちゃ白熱してる。いや、ファルクン、いや、ファルクンのこれ、アストンダメージあんのかな？なんか挙動おかしくね？あ、ダメージある。よく弾丸がない。いや、ただストレート。さあ、勝ったモブ。さあ、チッキー。いや、どういうの？あ、痛い。八です。八。オッケー、オッケー。P8。さあ、優勝はモブ。モブがとんでもない勝利したな。ナイスレース、ナイスレース、ナイスレース。いや、これはいいレースだったな。さあ、if RTR? リムル？ポンタ。リムルがゴールしたら、エアを立て直していこうと思います。はい、立て直しです。じゃあ次はね、メンバーの人で作っていこうと思います。時間的にそうだな。あと多分、ラス 2？ あと、ラス2かな？
よし、コース決めていこう。コースを決めていこうと思います。押し抽選。まずは1コース目。いや、なんか、いや、やっぱ最近なんかやたらとここ来るな。でも、この子さ、やたらと選ばれるけど、全く選ばれないんだよな。本当に一番人気ないかもしんない。ここ。あー、いい、もう、芋は、芋？芋は昨日見たんだよな。芋は見たんだよな。いや、なんかやたらーと推しがすごい！チャイナの推しが、あ、え、バレン？なんか、え、めっちゃここら辺偏ってね。え、中国、いや、なんかこれ絶対このルーレットなんかおかしいな。絶対偏りあるわよ、これ。どこにします？うん。あ、スクーデリアユーさん、スパチャです。やっと仕事終わった。サウジ全然見れなかった。近いうちメンバー入ります。ありがとうございます、スパチャ。ぜひお待ちしております、メンバー。芋、中国。中国、芋、中国、芋。こんなに、これでも芋と中国半々ぐらいなんだよな。中国、中国。あ、でも中国。まあ、中国。まあ、中国久しぶりに行ってあげるか。な。最近行ってないし、上海、芋。まあ、中国行きましょう。中国。最近行ってないしね。悲しんでる。チャイナが悲しんでるから行きましょう。よし！じゃあ、メンバーの人誘っていきます。で、今度はね、今度は、コーナーカット厳格にしますんで。まあでも、上海はそんなにカット座試験員するとこもあるとしたら最終コーナーかな。最終コーナーが、まあ吹き飛ぶぐらいかな。まあまあでもそれ以外はそんなに行くとこない。ですね。はい、では行きましょう。5周のワンショットレース。レッツゴー。さあ、まあ、初見2機はいないですね。初見2機はおらずと。やべやべ、なんか今日めちゃくちゃビール飲むスピード速い。もう終わっちゃった。なんか中国はな、バックストレートがね、バックストレッティングが厳しいので、まあそこをどうするかというところですね。まあどうするかというか、まあどうすることもないんだけど。どうすることもできないんだけど。はい、決勝ともに晴れですね。晴れ。ちょ、今一瞬賢者になったわ。一瞬今魂が抜けておりました。ちょっと待って、これどうしようかな。これどうしようかな。まあ、さすがにダンフォース削るか、ちょい。でもな、ここセク、いや、ここダンフォース結構セクター2で使うんだよね。まあ、でも7級で、こんぐらいでいいか。よし、行きます。予選目標、P10 以内、P10 以内。ね、中国は得意だから、中国は僕得意なんで、さあ F もこういった。ここは最終コーナー厳格で、そこだけ気をつければおそらくいけるはず。これそこインガナイス危ないよ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。
悪くない、悪くないぞ。いや全然悪くない。でダウンフォースもね、リアとフロント両方2ずつ削ったんで、いつもよりはストレート伸びる。んー、ちょっと立ち上がりがファックだが、さあ最後ね。さあギリギリ、あ、いいんじゃない。え、おい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 ぞ。あ、やっぱこれチャイナいいな、チャイナ。さあ失格いっぱいいる。さあ幻覚で失格、あ、失格だらけ、失格だらけよ。さあない、さあめちゃくちゃ失格になってる。うおー、オッケーオッケーオッケー、 P6 P6 P6。 さあポボローツ、あ、ポボローツもコンマさん後ろにいるわ。さあ予選 P1 は豚骨レッドブル、2位が XYZ フェラーリ。さあ、いや、てか上位陣めちゃくちゃ接戦じゃね。で、ガーリンのタウリで、ルイス・ハミルトン、え、ロメオで、え、ロメオでこの位置やばくね、やばくね、ロメオでこの位置えぐいな。はいはい。で、エヌドール、メルセデス。で、いやいや、でもこれは、いや、これは頑張った。いや、これは頑張りよ。いや、これは頑張った。よし。決勝行くよ。決勝行きまーす。まあ、目標、表彰台ですね。まあ、でもこれ上位陣がな、やらかせば普通に表彰台あるからね。で、あとはチームメイトには負けない。チームメイトのポポローツには負けないよ。いや、ポポローツでも、ポポローツさっき絡んだからな、ポポローツ。絡まないように。行くぞ。3ライツ、4ライツ、5ライツ、ブラックアウト。いや、逆打ちは珍しく、あー、何やってんの。あーっと、マサパパと当たった、フロア壊れた。あ、刈り取り、あ、刈り取り、あ、チームメイト刈り。えってか、なんであれで俺にペナルティー出んの、あれ俺か、はい。あれそんなに俺が悪い。いや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 、ちょっと待って、いや、これ壊れてんな。どこが壊れた、フロア壊れたでしょ。あーと、あーと、あー、待って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 、え、姉さん、あーと当たってしまった。いったあ、フロントのウィングも壊れてる。フロントウィングとサイドポット壊れた。ねえ、いやさ、一応4番手まで上がったけどマシンボロボロ。さあ、ポボローツ、さあ、ポさあ、ポボローツだ。いや、ポボローツ、チームメイトコライトだ。ポボローツもフロントウィングにダメージある。あ、ミサイル掘られた。さあ、ポボローツ、あ、あいつ、あわよくば俺刈り取ろうって感じで飛び込んでったな、あいつ。いや、ちょっと。いや、ちょっと穏やかじゃないな、このレース。穏やかじゃないぞ。あ、マサババ行った。いや、てか、てかさ、メルセデスさ、あれ、ラグってたのかな。だってあのバックストレートエンドで俺のこと掘ってたよね。でもダメージなさそうだな、挙動見てると。ラグかな、ラグヒットかな。いや、あー、ぜぜバルテリー、バルテリー。
さあ後ろからフェラーリ。いやでも意外とこのフロアとフロントインがぶち壊れてる状態にしては頑張ってる、奮闘してるよ。え、ドラッグレーンってきつ、ミスった、やばい。大丈夫か、大丈夫だ、まだ OK、 まだ OK、 OK。 さあ1位はタウリ、一応厳格だが最終コーナー気をつけてね。え、それ、え、それトラリミ取られないの。さあフェラーリリタイアド層が来ている。おーおーおおお、あれ押し出しちゃったかな、どっか行った押し出した今俺。いや後がまだ何があったよな、多分今のは俺はダーティーしてないよ、今のは俺ダーティーしてない、ノーノーノーさあ後ろから早のレッドブル、なんかさっきからなんか、いや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 、なんか俺がなんか刈り取ってるみたいになってるけど、さっきからね俺の後ろ来るやつ全員死んできますが、刈り取ってませんからね僕ね。いや、いいライオン、いいライオンだ早の。さあ早のレッドブルが来る、あれ、DRS は、え、DRS 俺じゃないの、あ、早野か、早野、早野、早野ウィング壊れてるからね、ウィング壊れてよく頑張んないからね。いいよ、いいぞ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 。いや、まだある、まだある、まだある。まだ諦めちゃいけない。まだ諦めちゃいけないよ。何してる、あ、レーサーヘッド2個式はすばせます。スピーチ失礼しました。私の今シーズンの GP は3勝で終了です。あれや、3勝やばいな。ちょ、途中さ、さあ、行ったよく、まあ、レッドベルといえどな。よく単板壊れてますから。うん。あ、ローサーすばせます。前もなんかあの押し出し見たことある。既視感あった。既視感ありました、あれ。でも俺2秒ペナルティあるでな、このままだと勝てないんだわ、このままだと勝てないんだ。いやでもちょっと待って、ムックベースのマクラーレも来てる、いやどんどん来るな、マジで。いやなんかキャリアモードみたいになってるな、俺の後ろに来るやつ全員あの死んでくって、うん、ダーティーオブミサイルでよく見た光景ですねこれはね。ダーティーオブミサイルの後ろに入って生きて帰れる確率は 10% ぐらいなんでね。さあ、後ろで、いや、もう後ろでやり合ってる。早野がよく単板取れて厳しそう。あっと。さあ、後ろムックベースが上がってきた。まずいな。いや、早野はもうダメージあるから2秒以上つけられそうだけど、ムックベース、マクラーレンはまずそうだな。さあ1位が1位レッドブルに変わってるアルファタ、あーっとクラッシュ、アストンマーチ回ってる。うん、あ、落ち着いていこう、落ち着いていこう、どんな敵が来ても落ち着こう、落ち着こう。さあファイナルラップ、いや伸びすぎだろ。いや、あ、おお、オッケーオッケーオッケー、いいよ、いいねいいねいいね。いやでもいやストレートで、いや行かせない、いやクロスラインだ、いやクロスライン打ちていく、オッケーオッケー、あっ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 、待て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 、待て待て、怒られた、待て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 待
待て。いや、ダメか？ 1 秒以上ついちゃった？ダメか？いや、DRS ある。さあ、トンコツレッドブル上がった。ダーディオしかもなんかデブリ運転死んでいやなんか最後みんなでいやなんかいやおいそうこれはダーティオブいや君たちは一体何をやってるのここで君たちは一体あ、かけそばレーシングさん、すばらしい。かけそばレーシング。かけそばレーシング。かけそばレーシングが出来上がってる。これ本人かな？あ、アローさん、すばらしいです。結局、ごめん。ちょっと、刈り取った皆様、皆様、大変申し訳ない。ちょっと、ダーティオブミサイルが表示してしまいました。はい、すいません。ごめん。ちょ、ごめん。ちょっと良くなかった。ごめんですわ。よし。はい、じゃあ次。はい、じゃあ次。次。次、最後いきまーす。ファイナルレース。はい、ファイナルレース。いや、ペナルティーまみれじゃん。やば。てか、ポボローツも最初、俺と一緒でやってたよな。よし、じゃあ最終戦、いくよ。最終戦いきます。最終戦は、サーキットどこにしようかな。ちょっと、最後はちゃんと走る。最後はちゃんと走ります。いや、ちょっと、はい。最後はフルオープンですね。お、アメリカン。まあ、アメリカン久しぶりだね。いや、だからなんか、いや、そこら辺、いや、そんなことある？これ、押す位置の問題。ここら辺で押してみたらそこら辺になるとかある？いや、何これ？まあ、そこら辺ばっかしか来ない。何これ？アメリカ新。何この二択？極端すぎじゃね？なんだこれ？よくわかんねえわ。あ、ムックベースさん、スパチャー出す。初めて来られました。大変失礼しました。大変失礼しました。ありがとう。いや、掘られてありがとうございます。逆にちょっと狂気を感じる。いや、アメリカ、シンガポール。アメリカ、米、シンガポール、アメ、シンガ、米。まあ、米、アメリカ、まあ、アメリカにするか。まあ、アメリカにしようかな。久しぶりにね。アメリカにします。じゃあ、最終レースはね、アメリカにしようと思います。じゃあ、フルオープン部屋にしますんで。今日最終ランです。よかったらメンバーじゃない人も参加できますんで参加してみてください。よいしょ。ダイナミックの外れることもあるで、ワンショットの5周レース、 OK かな。いや、ちょっと最終レースはいいレースにするよ。さあ、初見に行きはいるかな。水木ひな、ワイヤード、そう。さあ、アウトドアサイリングはでも、いるな。アウトドアサイリングはいますね。さあ、ギギネブラ最近よく見るね。あ、チームメイト、いや、負けるわけにはいかない。で、イエローハット。あ、初見に着る。ゆまる09222。初見に着るわ。え、あと、こう、え、あ、え？マシンあと1台選べるよ、これ。あ、ポーが選んだ。え、初見に来。マンバと、シゲノコ入れたはいいけど、マシンも選べず。はい、僕。
あ、ロイヤルホストサモリジーニアさん、スパチャーダス頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。最終戦頑張りますよ。いや、ちょっとチームメイトには負けないように、チームメイトには負けないように頑張るよ。いや、今んとこな、今んとこ負けてないから、今んとこ予選では負けてないんで、一応勝ちますよ。だ、今回初見日記はゆまる、ゆまる0922だけ初見日記だね。はい、天候は晴れですね。てか、なんかさ、最近思ったんだけどさ、なんかあんまり雨降らなくね。なんか前もっとなんかジャージャーに雨降ってた記憶あったんだけど。あ、ちょ待って、これダンフォースつけすぎだな、これ。99ぐらいでいきます、99。あ、RO さんスパチャーダス、入って満足は初見あるある。まあ大体、まあ初見にそれ多いんだよな。はい、入ったっつって。入ったっつって、それで満足しちゃって、回し選んでなって、刈り取られってのは、今まで何度となく見てきた光景ですね。さあ行くぞ。それチームメイトには負けないように全力プッシュ。さあ SSRK 行った。まあ OKOK、 悪くない。いや、悪くないよ。てかアメリカも割と得意なサーキットだよな。まあ、とかいつ、神風 GP ではファック戦略をかまして大爆死したんですが。いや、これはある。いや、これはいけるよ。いや、これ PT 以内またあんじゃねえのか。さあ、タリがいった。いいよ。いいね。さあ、トミーがリタイア。じゃあ、ダンフォース削ったけど、そんなに別にアンダー出るってわけじゃないな。いいぞ。いや、早い。33秒9。どうだ、早い。で、1位早くね。あ、アローさん、スパチャース。神風に来、ベイブレード。いや、ベイブレードはちょっと、グラツみたいにベイブレードやったら即死なんでね、これはね。いや、ベイブレードはしないよ。うん。はい。おー、ナイス。ペセックス。てか、いや、調子いいの？え、調子良くねえって言わ、おい！いや、こいつ、いや、こいつちょっと最近しこりやばいな。2位の水木、レッドブル、チームメイト1秒さ。で、真夏。え、最近出てきたこの初見に行く真夏パープル早いんだよな、結構。P3? で、ティンコアジ P4。で、イエローハット P5 の P6? いやいや、調子いいな。いや、予選はさ、いるな。あ、いや、で、あれ、初見に行くのユマル初見に行く、ウクライナ国旗 P9。え、割といいやん、初見に行く。いや、これ、いやいや、ちょっとさっき逆噴射決めたんで、いや、ちょっと、次は決めるぞ。次は、スタート決めて、表彰台取り行くぞ。まあ、あとは、因縁のライバルがな、後ろ、真後ろにまたいるんでね。最後、いいレースをして、終わりにしよう、今日は。ね。とりあえず、まあ、ここ1コーナーがね、鋭角なんで危ないんで、慎重に。ファイブライツ！ブラックアウト！いや、スタートさっきから良くねえな、あんまり。さあ、ティンコージ。あ、違う！いや、行き場がない！危ない！
あ、ここもサスパチャンス。今来たグランツの面って終わらないので、え？ふてね、え、なにグラツ今メンテしてんの？あ、グラツ、え、でも、あ、そうか。まあ、いや、ちょっと、いや、グラツはいいわ。まあ、グラツはさ、とりあえず P6。オッケーオッケー、いいよ。いや、ただストレートは厳しいな。え、ちょ、待って、チームメイトのギギネブラが8位まで順位上げてる。さあ、ポールを投げてほしい。あ、ポーがそん、あ？ポーとギギネブラがやり合ってる。あれ、てか、シグナルどこ行った？シグナル消えた。あ、F の人さん、スパチャーツ、イモムシの戦闘力を下げる面って。いや、やめろよ。イモムシじゃねえしかも、おい。おいもちゃん、いや、おいもちゃん、おいも、え、じゃあ、おいもちゃん今日できないね、俺も。メンテだったら。てか、え、てか、普通にメンテってさ、え、オフラインもできないんかな？あれって別にオンラインゲーじゃないと思う。さあ、現在 P6。ね、ちょっとミスった。でもペースそんな悪くない。アーローさん、あー、スパチャ出す。ちょっとここ立ち上がったら見ますね。グランツの面って夕方には終わる予定だったのに。あ、そうなの。 夕方それやば、ゴミやそれさっきポが言ってた。それはゴミと言われてますよ。それやばくね。え、夕方に終わるって言って いまだにやってんの？なんて、それ詐欺もいい。とんでもない詐欺だわそれ。さあ、とりあえず前の二人がやり合ってる。いや、これ漁夫乗りしたいな。漁夫乗りしたい。漁夫をしたいよ。漁夫。さあ、前の二人すごいやり合ってる。イエローハットティンコアジ。いや、でも後ろが卵かけご飯も来てんだよな。卵、いや、でも前の筆すごい激しい。 OKOKOK。 さあ、こんなラップから DRS が使えるようになった。コピー、ペース悪くないね。おっと、イエローハットが鋭い飛び込み。さあ、ただティンコイスがそれをするんだって。いや、この前のピーヌとファウリーすげえやり合ってる。いや、これ漁振りたい。漁振。さあ、イエローハット。イエローハット、イエローフラッグ。あ、あれ、あ、あーっと、真夏パープルいってる。最近出てきた真夏パープルいってる。あれ、3位走ってたのに。表彰台走ってたマクラーレン。ということは、この前の2人が、4位争いから急に表彰台争いになった。いや、これは、あるぞ。いや、あるよ。いや、これある。さあ、DRS 使って。あ、かけそばレーシングさん、スパチャです。メス忘れました。サブちゃん無事、あ、本人か。あ、おめでとうございます。かけそばレーシング。おめでとうございます、サブちゃん作成。じゃあ、今度から F1 そのアカウントでやる感じかな。よいしょ。え、ペースいいな。いいよ、いいよ。いいよ。まあ、でもサブちゃんで言えばな、俺もな、サブちゃん作ったはいいけど。あーさあ、あと、ティンコアジ2秒のタイムペナルティ。いや、俺もね、サブちゃんね、作ろうと思ったっていうか、作ったんだけど、結局一つは収益審査をして、もう一つは作ったっきり全く何もやっていないということで。でもそこら辺ちょっと一回整備したいんだよ。まあ、でも、かけそばにきはそうだよな。ウィーでやってるからね。ウィーでメインでやってて、サブ F1 だとなかなかね、ちょっとチャンネル的に難しいよね。まあ、実際僕もね、今、グラツメインで上げ出したんだけど、やっぱ死んでるしね、グラツは。見ろよ、お前ら、グラツもちゃんと。マジで。
今日初めて言われても YouTube からこの動画は視聴者が全く興味を示していませんみたいないやいや興味示せよお前らっつってあ、ハローさんスパチャ出す。メンテ中はお芋使えないです。え、マジか。残念。だからまあ今日は、今、その欲しきられてるメインの動画を皆さんずっと見ててください。見ろよ、マジで。あ？なんか前の方でクラッシュ起きてる。さあ、前の二人は激しいな。何さあ、周回遅れ。メルセデスの SSR 系。何やってんの。あいつは何よ。あいつは何よ。あーと周回遅れ、マリトリ。 The track is clear. Green flag. あ、まだスパークルいった。卵かけご飯、周回遅れ、カリトリだ。 SSR 系にカリ取られ。さあ、そんなことやってる間にさあ、残りファイナルアップ。ファイナルラップ？ This is ファイナルラップ？ファイナルラップ？いや、ティンコアジが2秒ペナルティだから、この最近はティンコアジには勝てる。だから、この2人がやり合って、最後うまいこと玉売れれば、表彰であるよ。頑張るよ。いや、1秒以内入りたい。あ、ここまさスパチャー出す。ここで今、ああ、だってこっち見せた。メンテ中でもタイムトライアルの始まる前の画面でセッティングから自分の車乗り換えられるよ。リバリーとチューン純正だけど、お芋ちゃん走れる。あ、走れる。あ、でも、いや、でも純正、いや、純正の芋はやりようがなくね。純正の芋は多分遊べないだろ。さあ、そしてじゃあちょっと前と離れちゃったな。テンコ味とイエローアット絡め。ダメか。やれ。ん？なんだ？あーっと、あれ、レッドベル？え？あー、レッドベル水着最終ラップ。え、死んでる。え？ちょっと待って。え、じゃあ、ちょっと待って。テンコ味の2秒以内だったら俺、表彰台だ。2秒以内。おお何？え、水木なんであんなとこで言ってんの？パンク？何？やった、表彰台。さあ、最終戦、ニキータカゼピン。いや、久しぶりの表彰台。久々の表彰台ですわ。さあ、そして、ああ、さあ、ティンポの卵を刈り取られた卵を。はい、ということで、いや、こいつ、おい、お前、もうこいつとんでもない。じゃあ、これ、ワイヤード君の最近しこり方、これちょっとダメだな。これは粛清対象に、ちょっとそろそろこれ粛清対象に入るかもしれませんね。まあ、皆さんご存知の通り、まあ、電動下入りドライバーっていうのはね、ジョイのマシン、メンバーシップの方であっても乗れなくなりますんで。うん、いや、これもう、皆さんどう思いますか、これ。これもう粛清。皆さんどうでしょうか。ワイヤードクはまだ大丈夫ですか。もう粛清ですかね、これね。まあ、粛清対象に入った場合は乗れるマシンがハースで固定されるんですけど。ああ。さあ、ドライバーオブザデイ、ギギネブラ。じゃあ、ギギネブラもかなり、いや、気持ちよさそうだね、君ね。いっぱい出してるね、君ね。君の最近、その、もう、射精、そのアクションめちゃくちゃ見てますけど。おいも、ハス、
ワイヤード、反射は言い過ぎだろ。反、ワイヤード、いや、ワイヤードいいやつよ。ワイヤードいいやつなんだけどな。ワイヤードね、いや、ワイヤードと喋ったこと何回か、ワイヤードいいやつよ。一緒にフォールガイズ7時間ぐらい沼った仲なんで、ね、いいやつなんだけどね。ちょっと最近しょげ、やっぱね、まあ、戦友であってもやっぱ、しこりはやっぱ許されないんで。まあちょっと、まあワイヤー、まあ、ワイヤードは検討ですかね、これは。はい、ということで。よし！はい、ということでね。長いことやってきましたが、2時間ね、やってきましたが、今日はまあここら辺で終わりにしようかなと思います。いや、でも今日な、どうしようかな。でもグラツない、ないのか。グラツないんだったら、まあ、この枠でなんかやる？もうちょっと F1 やる？それか。どうする？まあ、まあ、やめてもいいか、今日は。うん。何やる？うん、まあ、なんでもいいよ。なんかもう、まあ、グラツないんだったら。フォールガイズ、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 いやいや、F1、マリカ、あ、マリカは新しいの出んの？あ、小熊さんスパチャ、音飛んでるよ、嘘。あ、ちょっと今バグってたね。フォールガイズ。参加がやってんのはフォール、フォールガイズ、F1？ 60 人集まるんじゃない？グランツーリスモ？何やる？いや、なんでも、いや、フォールガイズ、もうサムちゃんの何か、フォールガイズ、あ、F の人さん、スパチャキズなや、キズいいや、これ、いや、これさ、タイトル詐欺もいいとこだけどね、もうフォールガイズ、うん、一回だけやってみる。いや、まあ、いや、この配信でやるあれではない気はするが、まあ試しにやってみる。うん。いや、もう、サブちゃんさ、いや、サブちゃん、サブちゃん、あれなのよ。サブちゃん。収益が達成してないから、もう同じことやるんだったら、こっちのチャンネルの方がいいんだよな。まあ、試しに、まあ、一回やってみて、まあ、まあ、一回やってみる。一回。まあ、一回やってみて、まあ、同説がね、まあ、もう100人切るようだったら、まあ、普通にサブちゃんでやりますか。うん、わざわざちょっと枠立て直してまでやるあれではないんだよ、これ。いや、さすがに。IF の人さん、スパチャです。課金が足りないんですか？いやいや、いや、まあ、そう、いや、まあ、平たく言えばそうだ。じゃあ、まあ、やるか。いや、このチャンネルでこれをやるつもりはなかったんだけど。まあ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 、まあ、よかったら、じゃあ、まあ、試しに、まあ、試しに実験的に、フォールガイズ持ってるキッズも、よかったら参加してくれ。いや、まあこのチャンネルだったら意外とフォールガイズいつも20人ぐらいしか集まんないけど、このチャンネルだったらもうちょっと集まんない。いや、 F1 タイトルにしてフォールガイズやりだすのマジクソなんだけど、はい。よかったら来てください。さあ、か、いや、ワンチャンこのチャンネルだったら過去最高更新できるか。じゃあ、とりあえず、何にしようかな。まあ、普通の、いや、メイン賞はね、尺稼ぐから、このエクストリームフォールガイズってやつにします、これ。これ。これはね、一回やらかしたら終わりなんで。全然人来ねえけど。いや、全然人来ないけど。ね。いやいや、結局こっちのチャンネルでやっても持ってるやつそんないないのかな。フォールガイズ皆さん持ってないですかね、フォールガイズは。もう全然倍率低いけど。いや、6、まだ15人しかいないよ。まだ16、まあ逆に、まあ逆に言うと多分そのフォールガイズアカウントでやってるせいは逆にこっちだと気づかないから。ああ全然来ねえけど。全然来ないぞ、これ。
まあいいか、じゃあ16年でとりあえずやる。うん。まあとりあえず16人でホールガイドやる。普通にサブちゃんの1000人のあっち側でやっても人来るやん、ちゃんと。いや、だからちゃんとそういうの大事なんだろうな。アトメイさん、祝、初スパチャ。ホールガイズで初スパ、アザス、初スパ。いや、ありがとうございます。あ、F の人さん、スパチャアザス。ホールガイズ持ってないですね。もう、持ってない。まあ、行くか、じゃあ。まあ、試しに、まあ、試しに行くわ。うん。まあ、今、まあ、一回やって、まあ、あまりにもクソゲーだったら撤退します。はい、行きます。行くどん。あ、RX7 の医学生さん、スパチャアザス。F1 ガチ勢、よし、帰るぞ、とはならず、ちょっとホールガイズに寄ってって。いや、ちょっと、まあ、一回ちょっと寄ってってください。うん。まあこれでまあみんな撤退したら、まあまああの持ってないのにあのみんな撤退したら、まあやめましょうか今日は。まあこれ一回落ちたらエンドオブザレースなんでね。まあ一回落ちた瞬間に終わりです。なんで落ちないように安全に行きます。あ、コクマさん、スパチャー出す。バイバイしてから750円投げたから寝ます。バイバイ、ありがとうございます。スパチャーあざーす。まあでも普通にテロだけどね。で、神風グランプリのサウジアラビアの熱い戦いが見れるかと思ったら、この過去の古代兵器のクソゲーが流れてるって、ここまでひどいサムネタイトル詐欺をしたことは多分僕過去にないですね。さあ行くぞ。これでは、これにはリスナーファミリー顔わかんない。やだ、あ、一回落ちたら終わりだからね。一回、ああ、オッケー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 、いいよ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 。でもみんな一回はやったことあるべこれ。いや、ちょっと待って、これ何これ。え、これわかんない。え、ちょっと待って、ちょっと待って、死ぬ、これ。おいおい、やだやだ、あぁ。いや、これどうやって、いや、これ無理じゃん、最後。え、なにこれ、どうやっていくの、これ。え、ごめん、ごめん、全員死んでるけど。全員ゴミで返され、いやこれさ、え、ね、乾燥した2台だけど、2台しか乾燥した。何これ、いやこれどうやっていくのね、さ、生き残ったのゼータとポの101。いや、これ難しすぎじゃね？いや、これ難しすぎるわ、ちょっと。あれ、どうやって、お前らどうやっていったん？さあ、ジャンプショーだね。これはタイミングゲーム。いやいやいや、これ、あ、いや、でもこれ、いや、これ棒ついてて、風つく。いや、これ多分これ、いや、多分みんな一回は見たことあるじゃん、このゲーム。いや、多分2年ぶりぐらいだと思う。俺も2年ぶりぐらいにやったんだけど、意外とこれやるとね、だから意外とね、やると、久しぶりだとこのゲーム楽しいんだけど。いや、めっちゃ進化してんのよ。昔こんなさ、こんな風なかったんだけど。昔こんな風なかったんだけど、これ。さあ、とりあえず、さあ、捕まえて。さあ、ゼータ。え、ゼータって F1、ちょっと待って。ポア勝った、ゼータって多分 F1 で勝ったことなくない？ゼータまさかの初、いやいや、F1 で勝った。出てしまった。ポお前かい、お前かい。あ、エイジさん、メンバー歴4ヶ月ありがとうございます。いや、最後、いや、あれマジわかんねえよな。あれマジどうやってやんの。アローさん、スパチャですよ。トイレ行ったらフォローに。いや、多分そのテロ起こされた人は多いと思います。はい、じゃあ、はい、じゃあ部屋、いや、ちょっと、いや、いや来て、みんな、VJ89G。さあ、ルイさん。いや、でもこれ、いや、これおもろいのがさ、この F、これいるのが F1 勢なんだよね。F1 勢なのよ、全員。ゼータも F1 勢、ティンコも、トモも、トミーも、ポも、エイジ、ブラックスタイス、ユンタオ、
うん。ミサイルクラッシュ。ああ、さあ20に来た。20に来たよ。20 あ、時かね。さあ、さあ F1 さあ、いや。さあ20人来たよ。さあ、さあ、やだ。しこり男が来た。しこり。さあ、なあ、ホールガイズでも、ホールガイズでも、これはしこりに来てたか。さあ、山影。いや、だから、いや、マジで多分、これ、全 F1 勢なんだ。この、G5、いた、俺読めないけど、G53 だけ、初見かな。あ、プリンセスさん、スパチャンス。これがサウジアラビアンぐらい。マジのサムネテロだけど。よし、じゃあ行こうか。よし、20人。よし、行きまーす。レッタゴー。はぁ。意外と、いや、このゲーム、いや、ほんと久しぶりにやると楽しいのよな。いや、久しぶりにやると楽しいのよ、このゲーム。いや、みんなも多分、一回多分あのブームの時来てやって、で、多分急に秋が来たと思うんだよね。急に。まあ、俺もそうなんだけど。なんか、ある日を境に急にやんなくなったんだよね。なんか、それまで友達とさ、リア友とかさ、俺はリア友いないんだけど、まあ、オンラインのね、オタ友とね、一緒にボイチャ繋ぎながら発狂しながらやってたのを思い出すんですけど、まあ、ある日急に突然やらなくなったと思うんですけど、まあ、久しぶりにやると、おもろい。うん。さあ、行くぞ。で、このサーキットもね、このサーキット、いや、おめえ何やっとんの。いや、このサーキットもね、なんか、その、多分2年ぶりぐらいとかにやる人はね、多分新コースも増えてるのよ、めちゃくちゃ。こんなこ、あれ?いや、いいよ。で、俺ちょっとね、ちょっと上手いんだよ、このゲーム。ちょっとだけ。ほら。いや、これ初見に来めちゃくちゃむずいからね。うん。あ、アローさん、スパチャース。減り方は雨のドライタイヤも。いや、マジで。乾燥率めちゃくちゃ低いからね、これ。はい、うまい。ガバ。いや、これね。こうして。こうして。いや、ちょっと待って、めっちゃ沼ってる。ちょっと、どうせ。いや、もう、ここ安全に。はい。はい。いや、こんぐらいでいい。いや、でも意外と乾燥してる。はい、オッケー。すごい、乾燥台数。すごい、さあ、残り1台。さあ、先にミサイルクラッシュ。さあ、ミサイル。無能。ミサイル。さあ、山影が沼り。あ、さあ、イエローハット。あーっと、待って、さあ、タイムアウト。さあ、17台が完走。いや、さっきより、さっきさ、いや、さっきのあれ、マジ。さっきのあれ、難しすぎたよ、あれ。さっきだって2台しか残らなかった。今回、Q1、17台生き残った。いや、これ、これ勝ちたいな。いや、神風クラッシュ、フォールガイズも意外とできるんだっていうところをね、ちょっと皆さんにお見せしたいですね。うん。いや、ちょっと待って、ここはあかん。いや、ここはあかんわ。いや、ここはあかん。いや、ここはあかんぞ。いや、ここ、毎回俺死ぬんだけど。でも、ここ普通に一回落ちたら終わりとかめちゃくちゃむずいんだけど。な、これもね、なんか新しく追加されたサーキットっぽい。うん、昔からはなかった。いるぞ。とりあえず、この水ね。この水の中はこのジャンプしていって、で、ここで、よいしょって、ここでジャンプするといい感じよ。はい、オッケー。いいよ。やめてああ、いやお前ら行けよ、もう全員。お前らもう全員行けよ。いや、ほんとここむずいわ。
いや、ほんとむずい、ここ。さあ、てか、なんかインポスターおるやん、インポスター。インポ。普通に、アマンガスの、なんかアマンガスの目玉焼きつけたやつおるわ。いや、でもこれ、うまいな。新竹内って職員人だな。さあ、トモ P は？トモ？さあ、時かね？さあ、ティンコージ、お前、変な、このゲームね、なんか本当にいろんなスキンあるんだよな。あ、でもいや、意外と、6台生き残った。意外だよ、てかな、みんな上手くね？意外だよ、みんな上手いな。いや、いや、もうちょっとあっさりね、終わるかと思ったんですが。サッシャさんです。あ、いや、これめちゃくちゃやりたかったんだよな。止まるな危険。いや、これめっちゃ好きなんだよ。いや、これ多分昔やってた人からすると懐かしいんじゃないかな。いやー、これやりたかったな。いや、誰が勝つ？いや、これめっちゃ刈り取り合いだからな。これか。さあ、これ誰が勝つ？さあ、一応生き残ったティンコアジ、新竹内、SS シップ、トモ、ユンタオ、トキカネ。さあ、でも普通になんかやっぱりなんか、F1 で上昇メンバーは逆に誰一人として残ってないんだよ。まあ逆にまあ持ってないって可能性もあるんだけど。いやー、これ誰勝つんだよ。いや、でも、トモ強いんだよな。いや、でも、まあ、かなり、まあ、今んとこ、トモは一番上で生き残ってる。あ、いや、これトモめちゃくちゃ有利じゃね。あ、でも、ここで結局落ちちゃうか。あ、いや、めちゃくちゃ接戦ですね。さあ、トカバカバもうガバガバというか、あ、そう。さあ、刈り取り合いが始まる。さあ、刈り取り合いだ。あ、これ、あ、トキカネ、うわ、これトキカネめちゃくちゃ強い。めちゃ残ってるぞ、まだいた。さあ、これはトキカネ。いや、新竹、あー、新竹行ってしまったね。あ、もうこれ最下位、あれなんかマップ小さくね。え、もうこれ最下層だ。さあ、SS シップがただ容赦なく削り取っていってるが。さあ、どうも。いや、これトキカネめちゃくちゃ有利だ。あ、でも、あ、どうするこれ。さあ、おー、ジャンプ出た。いや、でも、時間ででも、いや、あー、SS シップ行ってしまった。さあ、ダイブ。さあ、これは？あ、新竹行った。さあ、刈り取り。さあ、4台の刈り取り。さあ、誰が行くのか。刈り取り。あ、刈り取り。さあ、生き残ったな。さあ、時間でダマさず。さあ、これどうなる。おっと。さあ、うわー。とー、どっち？あ、友だ。友。ゴジラがかっていくと、ああ、いやー、生き残りたかったな。いや、生き延びたかったな、これ。よし、じゃあ、次やったら今日は一回終わりにしようかな、さすがに。うん。次最終戦。もうこれはフォールガイズのチャンネルじゃないんで、そんながっつりフォールガイズをやっても仕方ない。まあ逆に、だからこれ終わった後ちょっとグラツーもちょっと様子見てみるか。グラツーもね。うん。本日、フォールガイズ最終戦です。さあ、23人。いいか。24人。あ、ちょっと増えてきた。ちょっと人が増えてきたわ。24人。まあ、行きますか。じゃあ、これ、本日、最終戦フォールガイズ。レッドゴー。いや、ちょっと最後は、ちょっと神風クラッシュ、フォールガイズもできるってとこ、ちょっとみんなにお見せしたいですね。いや、本当だったらな、もうちょっといつも最後まで行ってんだけど。
いや、ちょっとこれはダメだって、これは。いや、これはダメよ。いや、これ俺ほとんど完走できたことないんだけど、ほぼ。いや、これ普通に一回落ちたら NG ってきつすぎるんだけど、このサーキット。さあ、一応20代生き残れるとは書いてあるが、いや、ちょっとほんと慎重にな。慎重に行きすぎるとな、死ぬんだよな、ここ。ちょ、危ない !iPhone の人だぞ、スパチャース。神風初戦敗退に、いや、うざけんな。やだ、ちょっと待って。どうすりゃいいの、危ない。いや、ちょっとこれ、ちょっと、やめて、それ。いいよ。安全に行こう。安全に。OK。はい。落ち着きは、ピクチュー、ピクの先輩、ちょっと待って。ピクチュー、オーブン。いや、これ、ピンクテンポで、周囲剥奪されたんだよな、でも、毎日。危ない。いいよ。いけ。よしはい。勝つよ、今回は。勝って気持ちよく終わりにします。勝って気持ちよく終わりにしたいと思います。ん?いや、ちょっと怖い。いや、このゲームめちゃくちゃフリーズするからな。さあ、次はどこだ?うわー!やばいとこ来た!あ、やばいこれ。いや、多分俺まだここ、1回か2回しかクリアしたことないとこだ。いや、ここはや、これみんな死ぬんじゃないのこれ。いや、これ、ここマジで難易度だよ。ここマジでやばいんだよ、これ。なんか新しく追加されてたな。これ多分新しく追加されたやつだ。一番むずいやつよ、これ。やめよう、おい、何やっとらん。ちょ、安全に?いや、ちょっと、安全に。あ、よし、オッケー。いや、ちょ、もうこれ、いけ、ちょっと。いや。やばい。ちょっと待って。ちょっと、安全、あ、船木さん、スパチャース、ちじゃねえんだ。ちょっと待って。もう、やばい。オッケー。え、これどうやって行くの?え?え、どうやって行くのこれ?意味わかんない。え、届かなくね?何今の?今おかしかったな。操作されてた。俺どうやって行くだ?行けなくね?あれ。意味わかんない。さあ、生き残ってるのは?いや、ワイヤードは、ちょっと待って、おい、こいつオール返しでもしころうとしてる。刈り取れ。黄色いチップ刈り取れ。おい、こいつ、おい、ちょっと待って。刈り取れ。いけ。おー。え、感想は?さあ、ワイヤードとゼータと?さあ、トモ。あー、行っちゃった、誰か。あ、金庫行った。さあ、ユンタオ。あ、でも、いや、意外とでも乾燥してる。あ、でも、あ、ユンタオ、おい、あ、ユンタオ、行ってました。あ、ピタゴラスイッチ。あ、でもまだ生きてる。あ、ユンタオまだ生きてるよ。ユンタオまだ生きてる。まだ生きてるけどさ、あ、え?あ、でも、え?何その生き方?え?あ、でも、お、あ、でも、グダグダ。さあ、最後いけるか。お、行った。
いや読んだよ。ちょっと、もうちょっと、もうお前しかいねえよ、もうお前しかいねえよ、もうゴールしろお前。何やってんのこいつは。こいつはハース、ハース行き確定だもん。もうこいつはハースだわ。次からもう君はハースだけです。はい、君入れた場合はハース以外乗った場合はダメなんで。さあ、この4台での決勝戦。さあ、誰が勝つ？いや、てか、一回も結局決勝戦いけなかったな。ロールイヤー。いや、これやりたかったな。やりたかったな。いや結局俺マジ一回もファイナルラウンド行けなかったな。さあユンタオ、ワイヤード、トモ、ゼータ、ね、でもトモはさっき勝ったからね。さあ最終戦、さあ誰が勝つ。でもこれね、なんかね、上手い人同士とかだとね、本当になんかもう本当にもう真っ平らになるぐらいまで削れるんだよねこれ。さあトモ、ユンタオ、ワイヤード、ゼータ。さあ、これで勝つのは誰か。え、でもなんか、ゼータ強そう。でも、ゼータ、ユンタオは勝ったことあるっけ？ F1 で。多分、少なくとも、多分、ゼータは多分 F1 で勝ったことないと思う。さあ、初優勝、ホールガイズになるか。まあここ最初は茶番ですね。最初は茶番。さあ最初は茶番だわ。さあこっからどうなる。さあそろそろ、さあ早くなってきた。さあワイヤード、さあそろそろ危ないよ。さあ先に行くのは誰か。いやでも意外とみんな刈り取り合いしないね。いや意外と誰もまだ刈り取り合いはしない。あー、いった。あ、ユンタオいった。さあまず一人目の犠牲者ユンタオ。さあ生き残ってワイヤード、ワイヤード、ゼータ、トモ。さあこの3台、いやもうないぞ、もう床がないぞ。いやでもいやでもまだいけそうだなこいつら。あゼータ、あとゼータいってしまった。初優勝が消えた。いやこれはトモ2連勝か、ワイヤードのしこりか。ワイヤードオールガイズでもしこりか。これはさあどうなる。さあトモ VS ワイヤード、さあどっちだ。さあしこり男か、2連勝か。さあどっちだ。おいいや今、お前今死んでたろ。あとも、あーあわわワイヤードいった。あワイヤードいった、しこり失敗。とも2連勝です。とも2連勝。いやとも強いな。いやとも強いわ、ちょっと強い。はい、ということでね、ホールガイズは本日は以上になります。じゃあちょっと続いて、まあ、グランツーリスモね、まあ様子だけ見て、まあグランツーリスモいけそうだったら、まあ枠は立て直すわ。グランツーリスモは別にこのチャンネルでもやってるんで、グランツーリスモ起動です。で本当にできねえのかな。ダメ？ダメかな？ダメか？ダメ？なんかずっとぐるってんな。あー、サーバーに接続することができませんでした。現在サーバーメンテナンス中です。詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。ゴミやん。ゴミじゃん。長すぎじゃない？え、だって夕方からやってんでしょ、これ。夕方からやってるのに、これは
はお前やばくないか、さすがに。なあ。うん。まあ、今日は終わりにしますか、じゃあ。F1 2016なんてやったとこでな、仕方ないんで。まあ今日はここら辺にしますかね。うん。いや、マリカでもマリカこのチャンネル需要あんのかな。まあまあ、それ言ったらホールガイズの方が需要なさそうだわ。ああ、2016やる ?2016 はまあ、まあ、いや、一旦今日は撤退にしましょう。僕の上げたグランツーリスモ動画見てない方見てきてください。はい、ということで、また次回のクラッシュでお会いいたしましょう。では。